ジャンク。何、ニューヨークから今日お越しになってるって。へえ、ニューヨークね。本当に行ってんのかどうかわかりませんけども。何が？ちょっと待ってください。とんでもない人が、まず最初の体制に入ってきましたよ。あ、どうも、こんばんは。伊藤さん。いや、今ね、横の、はい。アンタッチャブルの、はい、柴田の、みんな出てて。出てて、隣で山崎がやって。山里ですよ。伊藤さん、山里です。お久しぶりに会ったら、そう、しょうがないですけど、山里です、伊藤さん。あの、やってるから、はい、あの、なんか、喉乾いたら、飲み物がいっぱいあるって言うから、はい、あります。ヘルシア緑茶いっぱいもらって帰っていい？はい。はい、近くの商店来たみたいなテンションで。帰らないですか、伊藤さん。いや、だってまだ、ポスト、ポッドキャスト何もかもアバウトでびっくりした、伊藤さんありがとうございます。どうぞどうぞお茶持っててください。はい。頑張ってくださいね。はい。はい。あんな自由な人いる普通、あんな自由な人いる？ええやんけ、別に。そうですね、はい。板尾さんだから全部許されますよ。はい、ありがとうございます。あ、どうも、はい、いいですよ。ありがとうございます。はいはい、いいエールもらいましたよ。これ山里今日どうやらスペシャルウィーク、追い風吹いてますよ。ええ。これ、板尾さんのこのパワーも借りました。ね？だって、普通、嫌いだったら来ませんよ。ということは、板尾さんは僕の方のチームということが分かりました。これちょっとね、ブースのね、近くで聞いてんのかな？今日の対戦相手の、キングコングの西野さんでしたっけね？え？まあ、ニューヨークから来てるということなんですけども、まあ、絵のことは私よくわかりませんよ。絵のことはよくわかりませんけども、ただ一つね、彼について今言えることなんですよ。あいつとは、交換日記はできねえなって分かってます。参りましょう。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論腹の幕開けとなりました。いきなり板尾さんの登場から始まってね、そしてですね、本当にお茶を一本取っていなくなってしまいましたけど、よかった。ちょっとね、俺ね、こうなんていうんだろうな、こう競馬でいうとこのゲートに鼻ガンガンぶつけてたら、正直今日俺一日朝からずっと、あーついにとね、我々のこの22期の宿敵ニック期キングコング西野さんと、この電波のね乗せながらの喧嘩ができるところで、ちょっと私今日ね気合入りすぎたんですけど、一回スッと肩の力抜きました。そしてでもね、西野さんがニューヨーク帰りで来てるということですけど、まあね、何噂ではなんかちょっと困るんですよ。一個困ってるの俺、なんとかっていうね、僕はなんて言うんだろうな、ベストな状態で戦いたかったのよ。だからなんて言うの、彼が元気な状態で戦いたかったんですけども、聞く話じゃ今ネット上ですごく叩かれてるらしいじゃない。もうやめてよそういうの。え、なんかあの名作芸人交換日記を面白くないと言った。信じらんない、その感覚。アンビリーバブルです。私あれは、ま、私なんかもう3ページ目ぐらいから泣いて、もうあとも覚えてないです。泣きすぎて、そしてですね、やっぱ何よりですね、芝居舞台版のね芸人交換日記あったでしょ。あそこに私のもう一人のですね仲間であります若林正康が出てまして、で若林くんからニヤニヤした感じで、いやーつって西野くんやっちゃってますねつって、僕のところにもやっぱ届きましたよつってね、で若林くんのそれを魚に飲んだからね、若林くんそれうまい魚持ってるね、素材ちょうだいつってね言ってるんですけどね、僕は芸人交換日記は大好きです。でも後からこれ西野さんは嫌いなんでしょうか、もうよくわかんないけどね、そこら辺は、後で聞いていいのかしらね、聞いてダメだったらね、罰ってやってくれれば、私は掘り下げませんけども。さあ、ということでございましてですね、本日はですね、2ヶ月に一度のスペシャルウィークでございますから、この南海キャンディーズ山里亮太が、相手に選んだのがキングコング西野さん。まあ対決ですよ、言ってもなんかね、同期の中で、まあ、彼はね太陽ですよ、でそして私たちはもう泥水でございますよ。ね。そんな泥水と太陽が2で、まあ、宮崎さんのね、宮崎プロデューサーの、そんなんていうの、その、策に私ハマりまして、ね、飲みの席に行ったらいて、そこで話し合いすることになったんですよ。でね。まあ、バーっといろんな話してて、ちょこっとね、やっぱ西野ってのはまあ、そういう、なんか器、まあまあ、
でかいと世の中で言われて、太陽みたいな存在だよなって言った時に、あいつが言ったのが、まあ俺は男版のベッキーみたいなもんだからなって言った時に、もう虫図がね、クーッと走ってですね、そっから先は私もよく覚えてませんけども、ね、で、聞きゃ、そのままニューヨークに行って、固定、本当ニューヨーク行ったかどうかもわかりませんけどね、噂ではなんか葛飾区の方のマンションにずっとこもってるなんかシュッとした男がいたってけど、ニューヨーク行ったってそこに隠れたって説もあるしね。でなんかすごい監督にも褒められたとか、なんか自分で言ってるでしょ、あいつ、ね、自分で言うんだよ、あいつね、褒められた話を自分で言うの、ビッグな人とのつながりとか大きな声でボリュームバカになってる、うん、タモさんがどうだ、鶴瓶師匠がどうだすぐ言うんだからね。こっちから出てくる名前なんかね、ネゴシックスとダイヤぐらいだぜゴミみたいなしか出てこないんだよ、ね、で言うねん、でティム・バートンがなんか絶賛したとかなんか言ってるんだよ、なんか、まあ、なんかニュースになったんでね、それもどうかね、ちゃんと確認したかって、俺そっくりさんだと思ってティム・バッテンとかそういうやつじゃんなんかちょっとね、片言の東北弁かなんかで喋る漫談しかなんかでしょ、どうせ偽物だよあんなもん、ね、そこら辺の自慢話は皆さんご安心ください、今日1ミリもさせませんから、ただもう謝罪のみです。まずは、そうですね、どっち、まずは多分鈴木おさんのオフィスの方を向いてですね、土下座から始めてもらってそっからですね、そういう回にしたいなと思ってますけれども、ということでございましてですね、まあまあ西野さんとの戦いはもうね、ちょっとまあもうちょっとなのかな、うん、なぜかというと、私一個だけ皆さんに聞いてほしいことがございましてね、それはちょっとお話しさせてもらいたいんですが、まあ言っても今日のね、俺本当に今日のスペシャルウィークのね、この西野とラジオやるってのはこういろいろこう思うとこあって、こうクーッとこうなんか熱いものがあったわけでね、昨日もね、夜ですよね、明日の戦闘に向けてっつって、やっぱみんな男たるもの戦闘に向けて何やるかって話になってくるでしょ、そうするとやっぱオナニーじゃないで、一回スコッとかなきゃと思ってね、でこれすごくね、このしこりに非常に私ショッキングな事件が重なっちゃいまして、昨日夜ですよ、家帰りまして、で AV 読みながらね、こうシコシコしてるわけですよ。で皆さんね、まあ終わるじゃないですか、終わったら大体この DVD の停止ボタンをパチッと押すじゃないですか、で DVD の停止ボタンを押すと、その DVD にたまたま設定されてるチャンネルのテレビが映るじゃないでしょ、そこなんですよ昨日の問題は。ね、一仕事ね終えました。まあ恥ずかしいのが、俺昨日ツイッターに一仕事終えてって書いてたけど、その一仕事ってオナニーだったんだけど、みんなね、外で頑張って仕事して帰ってきたと思ったでしょ。あれオナニーです。オナニーして終えて停止をしたところに映ってたのはね、セリナちゃんよ。元 SDN48 のセリナちゃん。おセリナちゃんだ。とそのセリナちゃんの横に見覚えのあるイラストがあったの。あ、俺だ、南海キャンディーズ山里亮太って下に名前書いてて、あ、俺だ、なんだろうなと思って上の方の文字見たら、画面の上の方の文字見たら、こんな男は嫌いってタイトル。え、何これ、まだちょっと本当にね、汚い話になるかもしれない、まだ右手にティッシュ持ってんだ、これで下半身フルチンで右手にね、そのなんて言うんだろうな、僕のあの分身たち、うん、ごめんなお前らを産んでやれなくてみたいなやつらを右手に持ちながら、あれ何これ、たらなんか言うには、セレナちゃんが言うんだね、前髪を気にする男が嫌いみたいなやつで、でそのある番組の収録で南海キャンディーズの山里さんがずっと前髪を気にしてたんですよ、でその後のセリフが俺が刺さっちゃったんだけど、誰が前髪気にしてんだって感じですよねって言われたら、いやちょっと待って、何の感じ、すっごい辛いってなって、急に。で、思い当たる節があったのよ。ね。右手にはもちろんまだ持ってるよ。俺のちっちゃい俺たちを。うん。ね。何千万っているらしいね、あれね。うん。それ持ってんだ、まだ。右手に。もう、体動かないから、ショックで。うん。で、でね。ヒットの秘密って番組やってるんだけどね。そこにゲストで来てくれた時にね。俺確かに、4本撮りの4本目ぐらいで、結構頭ペットリしちゃったから、そのなんていうの、すごいね、前髪がね、ハゲてる感じになっちゃうと。だからそれを気にして、ちょっとこうモニター映るたびにね、パッパッと直したのが、その時にセリナちゃんゲストだったなって思って、で、かっこ悪いのが、その時に、俺、セリナちゃんってロケ何回もやってるから、どっちかっていうと俺、好意的かなと思ってたの、俺に。なんかロケでうまいこといつも言ってるし。ね。だから、ちょっとカメラね、
テープチェンジの時でも忙しいでしょ今、休まなきゃダメだよみたいな本当に、いやでも仕事好きなんで、そういうこと言えるっていいよね、あとセリナちゃん今日いるから助かるよ、やっぱこういう時に欲しいボケとかもらえて本当ありがとうとか言っちゃってるでもその時にあの子はこいつこの顔のくせに前髪気にしてんじゃねえよって思ってたでしょ、もう恥ずかしくて。でもう一個思うのが、例えばさね、テレビとかでさアイドルの人がねよく悪態つくの分かるよ芸人さんにね、で俺もよく言われる、でももちろんそれは全然ねありがとうと名前出してくれてありがとうの気持ちあるんだけどね、山ちゃんって気持ち悪いでしょとかだったらあれなの、なんかこうあそうやって言えばウケるっていうね中に入ってるのかな、もしくは台本に書いてあったのかなと思うけど、セリナちゃんのセリフってどの顔が前髪直してんだっていうセリフってさ台本じゃないじゃん、本人の気持ちが入っちゃってる、すごく、え何それ超俺のこと嫌ってんじゃん、でもどうしようこの気持ちと思って、とりあえずちょっと前の山にセレナちゃん乗ってたから、それでもう一回お涙にしてもう一回しこってやってで俺でこれプラマイゼロね、トントンになりましたから、それでよしと、あこれで大丈夫だと思ったけど、でもなんかものすごい敗北感がずっと襲ってくるわけよ、でこれ結局どうしたらいいかなと思って、でも人ってさショック受けるともうよく分かんないことしちゃうんだよね、最終的に俺ブルース・リーのさ模様ドラゴン怒りの鉄拳を急に深夜1時過ぎに乱すっていう、3時ぐらいまでそれで最後にブルース・リーがかっこいい姿見てコテって寝たっていうそして今でございますからね、だからもうちょっとね一回ちょっと前哨戦で少し負けはしましたが、まあまあこっからが本編でございますから戦っていきたいなと思いますけどもね、さあそろそろと戦いももうスタンバってるでしょ、一回曲いく、じゃ一回曲いってですね、その後にですね宿敵西野との戦いを、行きたいと思います、曲は HKT48 スキスキスキップ、今日ピリついてんな、なんかピリついてんね、だって曲終わり本当は普通にこうね CM 行きますよみたいな感じをしなきゃいけないのに、ジャンク演説もう一回流れたでしょ、どうでちゃんどうしてんの、あとパイプカットねパイプカットです、あとで、さあということでございましてね、いますよもう入ってきやがったいつの間にかまず入るとき普通挨拶だろお前また大変な座りあって、もう喋っちゃって大丈夫ですか、どうもよろしくお願いします。西野です。よろしくお願いします。何そのちょっと余裕な感じ。聞いてたぞ。喋っちゃっていいですかじゃない。オープニング聞いてたぞ。どうした？やってんなお前。いきなり交換日記するじゃん。交換日記の件で言うんであれば、俺は何？言わしてもらうと。何お前。いいんかい？俺は今日大吉先生からあれじゃ聞いてるんですって。このね。ああ。大吉さん今、大吉先生が。はい、ほんで、もう大吉先生は俺はもうお世話になってるからもうね。そうですよ。博多大吉さんですよ。そう。なると大吉先生はもうくれぐれも仲良くしなさいよって。なんか、その大吉先生返したらそうハッピーエンドがいいっつって。ね、俺はね、大吉先生の言うことはもう絶対に今まで、ね、逆らってこない。もうほんでお世話になってるから。もう面倒見てもらってるだけど、オープニングあの感じで言うんであれば、もう俺は今日もう大吉先生を裏切っちゃうことになっちゃう。何が？お前を殺す。はい、出た。警察呼んで警察呼んでね、殺害予告出たから芸人交換日記の全貌全部ここで喋りましょうか。ねえ。それは、君の首を絞めるんじゃないですか？大丈夫ですよ。何が？お前は一つだけ言いましょうか？何芸人交換日記、まずすいません。うん。鈴木治さん。もうそうね。そして、ファンの皆様。そうですよ。大ファンいっぱいいますよ。とりあえずご迷惑をおかけしたんで。先輩芸人の方々もいっぱいいました。本当に申し訳ございません。これは。そうだ、もう私の本当にもう、嫉妬をこじらせた。そう。鈴木治さんの才能に対する嫉妬をこじらせた。恥ずかしい。発言でございます。恥ずかしいこと。ただ、そのツイートをしたとき、お前横おったからな。はい、出た。ほんで、この後の一言でお前の芸能生活を俺一発で終わらすことができる。横にはいましたよ。曲行こう。なんで僕があのツイートを、ね、山ちゃんが横にいるときに。バカなことを言う、お前言ったな。おった宮崎さんと、いたよ。いたよ。いたよ。ああ、じゃあこれは言う、はい。俺はただちゃんとあの時に、はい、止めて消せって言ったタイプだからな。いや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 。じゃあ、俺、
あの話題、俺からしたそもそも。何が？お俺だって。どういうこと？とんでもない。俺だって俺、NHK のこの番組の話をずーっとしてて。なんかあの、なぜ？なぜ芸人交換日記の話になった？不思議だよね。やっぱそれはやっぱ俺がその。終わらすぞ。終わらすぞ、山里亮太の。バカなこと言うんじゃ。だから俺が本当に昔から日記にこだわりがあるって話から急にお前が持ってったんだよな。この俺が本当日記好きの俺の。俺は本当に、ね、昔から日記が好きで絵日記を話してしたら急に西野がスイッチ入っちゃったのかな。うん。俺は言ってくれ。一旦 CM でーす。一旦 CM でーす。よく言った今村 D。 よーし、危ない危ないって言ったらもうなんか認めちゃったろ。ブロー、山里亮太の不毛な議論。お前の前、しゃあないしゃあない山ちゃん。俺だけ前、俺はお前という沈みゆく船から脱出カプセルで飛んでたのもう。そしたら脱出カプセルから穴開いてたじゃねえか、俺。落ちちゃったよ。しゃあない、どまんどまん。明日なるってまた、絶対ネットニュースやないやらは。お前な、うん、じゃあこれは言えるけど、お前はビッグな後ろ盾いっぱいいるからよ、タモさんとか鶴瓶師匠とかな、久本さんがいたりとか、お前すげえさ大御所に気に入られてんじゃんか。俺誰も好きじゃないんだぞ俺のこと。死んでくれ。俺みたいなもんがあんな超大物の人から目つけられたらどうなると思う。ペチャンコだよ。ふざけるな。しゃあないしゃあないしゃあない。お前これ誤解生まれるぞ今の。絶対俺がめっちゃ悪口言ったんだから。いや誤解じゃないやん、だって本当のこと言うてるやん。俺もあれ山ちゃん横おってやな、言い出しっぺ。だってそもそも俺全部言っちゃおうかな、これ本当に。その後のな、ちゃんと俺の大人の対応も言ってくれないと俺は本当に干されるぞ。俺はちゃんとお前消せと、そんなことは得がない、消しなさいって俺はずっと言ったろ。そこのとこの肯定だけしてくれ。分かった、もうそのきっかけに俺がいたことはもう否定はしない。だからその後の俺の対応だけはちゃんと認めてくれ西野。俺はお前にコンコンと言ったら西野そりゃ良くない。いや俺良くない、本当俺は良くないね。だから俺がお前、俺がトイレから俺、うん、言うよもうこれね。俺良くないね、俺良くない。俺はもうあれだろ、もういろんな人からも怒られるんだよ。怒られるよ、明日もう絶対怒られる。いや、でも本当にちょっとリアルなところで言うと、ちょっと片山さん経由でちょっと謝って、俺の正代のマネージャー経由でちょっと謝りに行くけどさ、それはね、うん、すいませんなんかね。じゃあ謝りに行くって言うと俺もなんか認めてるもんな。認めたようなもん。違うじゃない。俺がね、みんなこれ聞いてたトイレ、俺トイレ行ってたな。でトイレから出たらお前がさ、水戸黄門の犬みたいにジャンって見せてきてさ、お前、え、俺焦って言ったらダメだよっつって。お前なんだ、お前さ、ネット上で死にたいな。な、お前、その、ネット界での自殺願望みたいな。あるな。あんねんあんねん。な、お前さ。でも嫉妬してんねん、もう嫉妬。もう鈴木おさむさんに対する嫉妬やねん、もうそれは。お前ずるいわ。この流れで、お前な、この流れで、なんか、本当は言いたくなかったのに、山里が唇切りましたって言った後に、で、結局それは才能に対する嫉妬でした。嫉妬やねん、俺はもう。そう、この流れだった。山ちゃんのは嫉妬じゃなかったもんね。あの飲み屋で言ってたのは、山ちゃんはまた別の意見があって。別の意見って言い方した。山ちゃんツイートしてや、今だって。俺が今そのことをツイートして何の得がある。電波に乗せて。この話じゃないんでしょ、今日は。違うよ。違うよ、ごめんなさい。いや。モードな、長くなっちゃう。いや、仕掛けるからやんか、そお前、そんなにカウンターパンチ上手くなってんの。ネットで叩かれすぎて。強になった。お前な。うん。正直、これ、ちょっと悔しいです。うん。今、膝が震えてるんです。山里の膝が、震えてるんですよ。ね。自分で言い出して。いや、そこはさ、お前、あの俺のオープニングのあれで、あれ終わりにしとくやんな。ダメージ受けてぐったりして入ってきて、おいおい、どうしたの西野っちつって、行こうと思ったらさ。ごめん、間違った。そこでやり返しちゃダメなんだ。びちょびちょで。ごめん。もう、穏便に。穏便にはいかない。ここは、お前な、それはずるいわ。こんだけいきなり人のこと切りつけといてな。俺のセリフじゃないけど、完全になんて日だって言いそうだな、さっき。お前。何を避けてんだ俺は、積年の恨みがあるからさ、まだタイトルコールもしてねえよ、今週の。長いきますよ、スペシャルウィーク。参りましょう。こちらでございます。ニューヨークかぶれのキングコング西野ぶっ飛ばせスペシャル。何これ、え、何これってさ。ニューヨークかぶれの。説明して。そう、本当に今日帰ってきたから俺。もう本当先やで。本当に言ってたの、お前。
言ってたよ。お前の写真のさ壁もどっか見覚えがあるからさ。言ってたよ。本社だろ。本社でやら言ってた。新宿の本社だろ。言ってました。本当に今帰ってきました。もうで、はい、失敗して帰ってきたと。大成功やんなこれ。すごいよ。何人来たあれ。え？千千五百？なんかそれいっぱい来たよ。うん。ああちょうど NSC の生徒数と同じだね。ずいぶん使ったね生徒。よくあるんだよ。やるってええやん。お客さんが入れへんかった時に。そうそう、あのリスナーの皆さんね、知らないかもしれないですけど、劇場であまりにも単独に お客さん入らないと見栄えが悪いって言うんで NSC で動員するんですけども、吉本は今やっぱ調子がいいからそういうの言ってたからね。NSC 生が言ってたな、確か養成所のやつが。向こうな、俺朝の番組も出たな、なんかな。何が出たやで、目覚ましテレビみたいな。いやなんかそんなそんなそんな出たな、ニューヨークの。そう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 、ニューヨーカーがこんなやつ誰もに需要ないでしょ。いやこれがもうすごいことになっちゃったよ、この3日間で。初日で500人ぐらい来てで、バーって盛り上がってな、それでヤフーのトップニュース出て、ヤフーのトップニュース出て、出たのもどうせろくな話じゃないんだろ。いやそれはあれやな、鈴木おさむさんのことじゃやな、その。なんでそっちの方あれ、みんなから集めたお金が実はあれ偽物。あれペニーだろあれ。お前やめ、お前お金募集したらペニーオークションだろ。お前やめろ。じゃあ、あれはクラウドファンディングって言ってちゃんと支援してくださる。ちゃんと支援してくれる団体はそれあるけど、はい、皆さん聞いても西野がやったのはペニーオークション。皆さんが投資したお金返ってきませんよ。あれ絵とかも送ってきませんから。あかんって。え、おらん人が、ここにおらん人の悪口になっちゃうから。ペニー西野だろあれ。ちゃんとやりました。そうなの？なんだよ。1500人？1700人？うん。誰が来んのそれ？いやだから有名人とか来た。矢野顕子さんとか。え？大江千里さんとか。うん。俺かっこ悪い振られ方の？そう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 。来たな。ほんで向こうのなんか出版社の人とかそういうなんかギャラリーの方とか、うん、そういう方がバーって来たよ。決まったよ次の仕事。何？その。出版のやつと、うん、ほんでまたその南アメリカの方でなんか南アメリカ、そう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 、なんか言ったよな。え、うん、一つ お伺いしたいんですけども、もし今目の前に履歴書があるとするじゃないですか、うん、あなたって職業欄に何て書くんですか。俺絵本作家でよろしいですか。いいんですよね、絵本作家。いや、びっくりしてて、西野さんがね、うん、今、ニューヨークに行かれた、その、エピソード、私今、拝見してたんですけども、うん、まだほら、面白いとこはなかったから、どういうお仕事なのかなって今思って、それだけ教えてもらっていいですか。絵本作家、俺は。そうだね。絵本作家。和製ウォルト・ディズニーですっけ。もう、ツイッターにそれ書いてんねん。ちょっとあの、日本のウォルト・ディズニーみたいな、はい。ちょっとね、うん、あっちの方かな、浦安の方にちょっと土下座してもらっていいか。浦安、あっちかな、浦安、あっちか、浦安、あっち。かな、やっぱ。浦安は、俺が、のかな、目の前、いるから多分。いやいや、じゃあね、もう言うようにしてんねん、もう、和製ウォルト・ディズニーだって言って。まあ、そしたらなんか話があるかも。ほんでまた、ティム・バートンのそれもあったからね。いや、だからそれも、みんな今疑ってんねん。本物だったのかって、ティム・バートン。みんなティム・バートン。いや、持ってきてよかった。俺、サインもらったよな。持ってきてよかった。カタカナで書いてあるやつ。ティム・バートンってカタカナで書いてあるやつだろ。ちょっとあれ書いてる。うん。え？持ってきてよかった。いや、だってさ、みんなティム・バートンって言われてもさ、顔すっと出てこないでしょ。だからみんな、知ってんのちゃんと。本物だった。知ってるよ、本物やな。なんか、お前、ティム・バートンが、なんか言ってくんのお前に。知り合いなわけないじゃん、ティム・バートンと。いや、だから、フランケン・ウィニーで来日してる時に、うん、ティム・バートン監督が、その本を見て、うん、ほんで、わあ、これ素晴らしいってなって、そっからこう、なんかサインとか送ってくれたんだ。嘘だ。ほんとやって。聞いてないよ、俺、そんな。いや、報告せんよ、そら、山ちゃんには。ほんとほんと。いや、だからね、今もね、うん、皆さん気づきました、うん、この、普通に喋る中に出てくる登場人物が、でかすぎるっていう、うん、この昔から、お前、さ、デビューさしてさ、うん、NSC、俺は同期じゃない。同期なんですよ、うん。でね、養成所出て、あ、こっち、あるよ、経歴がさ、手元に来たよ。ね、西野と私、山里のね、うん、経歴出て。で、在学中にも受賞とかしてんだよな、西野。してる。NHK のやつな。そうだよ、うん。髪型漫才コンテスト最優秀賞受賞。まあ、あれもね、話題作りで無理やり合格したんだよ。めんどけ。取ったわ、ちゃんと。現役在学中に、受賞するという肩書きを吉本が作りたいかために、審査員を金で買って受賞したと。俺とネゴシックスはドトールでずっとそれ言ってたぜ。みんなで。あれ、金で買われたな、つって。藤本義一も落ちたもんだっつって。みんなで言ってたんだから。ドトールで。俺とでも二人で。ちゃんと。え？でさ、なってさ。どうなってんの山ちゃんの経歴。で、うん、俺はその頃はまだ大学に通ってる頃よ。ああ、ほんまや。
そうか、そうか、そうか。え、あの時大学やったまだ。そうだよ、大学生。大学生には二足のわらじでやってたんだからさ。で、そのさ、西野が、その、在学中に出てって、うん、はい、で、俺今何の話始めたんだっけ？そう、なんか経歴をこう、比べてみてんのよ。そうだよ。それでもう、その在学中から受賞して、うん、卒業してすぐぐらいにさ、そう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 。もうレギュラー番組とか、決まってただろ、うん、決まった、その、うん、その、関西の方決まって、うん、そうやん。二十歳でハネル始まってっから。もうそれがもう俺らからするとさ。で、よく俺らさ、22期っても嫉妬の22期っつって。まあ言うね。うん。キングコングと比べられて、うん、キングコングの優遇を見て、みんなが辞めなかったっていう気だからね。多く残ってるもんね、だからうちのね、あれは。うん、多く残ってんね。でもみんなは、梶原は別にいいけど、うんうん、西野だけを殺したいってみんな思いながら頑張ってる。え、なんでな。お前さ、あの卒業して間もない頃に、楽屋とかでさ、もう、吸い寄せられるようにいろんなやつがお前のところで集まってくるやんか。もちろん、吉本興業ね。もうこれ、ナインティナインさん以来のスター見つけたっつってさ、チヤホヤですし。で、そのチヤホヤ、あ、このキングコングと一緒にいれば、俺もチヤホヤの恩恵預かれるって言ったクソバイみたいな同期がさ、クソバイみたいな、面白くもなんともないクソバイみたいな同期がお前、言った周りにいただろ。え、タミヤとか言って。最終的には、誰かの師匠のカバン持ちになったらよくわかんない。あいつ、すげえムカつくやつに、それとかみんなさ、集まってる中でさ、そこでさ、楽屋でさ、俺はね、お前、眩しすぎて遠くに座ってたけどさ、その、もう楽屋のど真ん中くらいでお前らが喋る、会話に出てくる人のビッグネームに、俺はもう毎回、寮、学生寮に帰って、シーツの山を殴ってたんだよ。なんでやねん。タモさんが、とか。なんでやねん、そこ参加したらええやないか、だって、それは。そんな惨めなことあるか。お前はタモさんって言ってもいいけど、俺が、お前が喋ってるタモさんは、一緒に横にいて、お酒を飲んだりするタモさんだろ。そうそうそう。俺が喋るタモさんは、いい友のタモさんなの。テレビで見てるタモさんの話と、日中さ、飲んだり、お前日中飲んだりするタモさんだろ、お前が。そう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 、飲んだりするよ、タモさんはね。すげえ可愛がられてるじゃん。だって今回のさ、オルゴールワールドもお前タモさん。そうや、タモさんは。うんうん、書いてくれたってん。ないの、そういうの。誰に可愛がられてるの、逆に言ったら、山ちゃんは。俺一番のその大御所で言うと。一番の大御所？うん。うん。池田プロデューサー知らんで俺。え、ジャンクを立ち上げたことでおなじみ。いやいやいや。池ピーだよ。ピンとこんかったわ、それ失礼やけども。離婚ちゃんって呼んでる。なんやねん、それ。そこよ、そんなま、だからティム・バートと、うん、なんでさ、そんな西野って大御所にさ、うん、好かれてくって、大御所と仲良くなれんだろうな。なんでやろ。なんでやろ。だってさ、うん、確かにすごいすごいっていうか、うん、お前さめっちゃ普通だったらこの人はこの番組にこのタイミングで出ないだろうっていうのもさ、うん、お前普通に電話して交渉して、そう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 、出てくれるだろ。ベース長とかそうだよな。今度あることないことって名古屋でやってる番組に鶴瓶師匠ゲストで普通通常会に、それがだからお前友達だからだろ、うん、ないのそんな山ちゃんの番組に。だからここは来るでしょ。だってここはだってみんな仕事として来るよ。来たのこの前、今まで来たっつっても R 藤本とかぐらいだよ。進んできたのなんか。なんか出てくださるね、それ。いや、だからお世話になってるよ、本当に。うん。タモリさんとかもね、俺も一回ほら、いいともやってる時期あったんで、ちょっと話は少し先に飛ぶけどさ、うんうん。で、俺タモリさんとね、放送終了後とかすごい楽しく喋れてたからさ、うんうん、俺ひょっとしたらタモリさんと、その西野が、いろんな人に言ってたの聞いてたから、はい、仲良くなれるかもなって。ああ、飲みたりね。うん。そしたらお前、俺が勇気を持って、あと、もうちょっと勇気を出して、タモさんと喋ろうと思ってる時に、うん、お前、俺に目の前にでっかい壁を置いたの覚えてる。いや、知ら何？いや、お前、俺にチクってきたのよ、一個。俺がすっげえ心折れること。何何？いや、お前、ちょっと忘れたの？お前、あんな俺がなんかやった、なんかひどいこと言うた？お前が、うん、タモさんが言ったある一言を、俺に告げちゃったのよ。何つったっけ？なんか、山ちゃん、タモさんといろいろ、いいともでやってんだってな。ああ、うん、やってるよ。つって言ったら。なんか、タモリさん、一回、お前と友達になろうと思ったけど、やっぱやめたって言ってたんです。お前、それ言ったろ、俺に。俺一生忘れねえからな、あれ。あのせいだと、あのせいで、次の、それを聞いた後のいいとも、俺一言も喋ってない。俺、なんでやろ。放送終了後に。何やろ、何が原因やろ。なんかしでかしたん。しでかしてないよ。したんやって、絶対に。なんか、山ちゃんの。俺、しないもん、そういうの、あんまり。何やろ俺、それ、なんかそんな言うた覚えもあるな、確かに。お前、そんな、何の時やろお前、そんなおぼろげな、うん、な、記憶で、うん、俺の一番人生最大のすごい関係性をお前崩してるから。あ、それだよ、じゃあ結局関係持ってないの。持ってないよ。
下手こくからやん。でも山ちゃんさ、ピンチピンチ、チャンスチャンスでさ、うん、なんかそういう、だから、繋がれるさ、お前、俺に普通の会話を言おうとして、チャンスのところ普通のピンチだよ。俺がピンチしかねえみたいな空気出してるな。いや、だってこれ見たらさ。どれみたいな。まあ今、お前持ってるこの経歴なの、このアカデミー賞でインタビュアー務めるってこれチャンスやったんじゃん。俺ゲーテルぐらい滑ってたけどさ。いや、お前さ。あれな、ほら、だから普段さ、人噛んでばっかりやるからさ、そういう芸だけで進むから、こういう時にもう引き出しがないんや。何が？ちゃんと引きの人の話をちゃんと聞いて、みたいなことが。お前、お前アカデミー賞いじんなよ。グーの音も出ないじゃん。じゃあこれゲーデルが全て。これね、ひどかったですね。何がですか？いや、ざわっとしてたで、これみんな。いや、これは、俺が悪いんじゃない。起用した日テレが悪い。あんなタイミングで。まだ実力もまんなんもないのにね。絡めるわけないだろ、俺が。山田洋次監督と。よう日テレ批判できんな。はい。そんなスッキリでお世話になってて。あれ俺の。もう曲批判やりだしたよ。俺は無理やわ。批判じゃん。いや、批判やん。曲の批判やん。俺は正直、そう無理やわ。そこまででっかいところ俺は。日本テレビを批判するっていうのは。西野先生。これ俺ちょっとツイッターでつぶやくわ、またちゃんと。山ちゃん、日本テレビ。皆さん気づきましたか？リスナーの皆さん気づきました？絵ばっか描いてるから、もうユーモアもわかんなくなってます。これはもうポンコツだな、お前。ネタ書けばかたね。絵本描いとらんと。何よ、ちゃんと。山里亮太の猛な議論。さあ、ということでですね、CM 中ボロボロ言ってないけど大丈夫？何も言ってないだろ今。俺全部聞いてるで今。CM 中はずっともう素敵なポエムを読んでたろお前。大丈夫と。何が大丈夫？アカデミー賞であいつ最悪やったみたいな話から。言ってないです、みんな役者さんは素晴らしかったんです、役者さんのおかげで。これきっかけにあの番組どうのこうのみたいなから、俺全部聞いてる。大丈夫、終わるでほんま山ちゃん、その感じで。お前もうさ、多分ちょっと時差ボケだろ。だからもう一回こいつに日本の国旗見せてる。お前も帰ってきて日本だぞっつって。大丈夫それ言って。ニューヨークのタイムズスクエア前でやってこい、そんなもんお前。この後だってこれ今日3時ぐらい前でしょ？ 3 時ですよ。その今何個かいただいたら俺どっかで出すで、絶対に。お前バカなこと言うんじゃないぞお前。何個かっつって、指折って二つ目。お前本当の大事件だから。今までここに来たゲストでそんなことお前脅迫するやつじゃなくて、お前汚いな、一言も喋らないでさ。別に喋ってるよ、俺。CM 中は。小池に合いの手打って、お前俺のね、毒汁を導き出して。自分で勝手に言うてるやんか。何が？いや、アカデミー賞のそいつとか。そいつって何ですか？まるで誰かの悪口言ったみたいなことやめてくださいよ。言うてたやんか、今の。さあ、ということでですね、うん、メール募集しなきゃいけないんですよ。あ、なるほど。ラジオは、ね。はい。ということでございまして、今日のね、メールテーマは、何でしょうかね、ありました。さあ、今日メールテーマ2つでございますね。うん、2つね。1つが、山里が確実に勝てる勝負。ね、これ。西野に勝てるやつね。はい。で、もう1個は、はい、西野への質問。なるほど。まあ、なくてもいい。うん。ただ質問が来たら、俺が答えます。じゃあ、俺の質問でしょ。いや、もう何でも知ってるから、なんだかんだで。お前のことはチェックしてるから、昔から。知ってんの？知ってるよ。嘘やめてよ。じゃんと答えてよ。俺嘘なんかついたこと一回もないだろうに。お願いしますよ。本音でしか本音でお願いしますよ。はい。わかりました。それでいきますよ。はい、ね。ファックスは東京 03-5562-9540。はい。メールは、ふもう atmarktvs.co.jp。fumou@tbs.co.jp まででございます。お待ちされます。はい。さあ、ということでございましてですね。まださ。はい。経歴とかさ、その、うん、まだ全然俺のこの積年の裏がまだ全然出せてないよ。はい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 。NSC の時の話とかしたいんだから。なんかしたの、うん、いや、だからこれをなんか正直だって NSC の時は、うん、全く絡みないもんね。ないよ。だから俺山ちゃんと喋るようになったんて、下歴10年ぐらい経ってから、そうよ。ちょっとこう絡んだりだとか、いうことになったけど、全然なかったよね。そ、お前、なんでか分かってないの？なんで？激烈に避けてたから。俺が激烈に避けてたから。あ、それでかいな。うん、気づかずに、お前はだからそのね、その、うん、なんていうの、吉本興業にハマってですね。はい、まあ今はハマってないけど、かつてハマって、ね。吉本、お前、ほら、お前ブラックリスト乗ってるらしいよ、吉本。あいつに、あいつにね、この、なんていうの、インターネットとかそういうツールを与えるなって、上が会議してるって言うんですよ。
それもうそっちになったけど、かつてはね、ナインティナインさんの次だっつって、王道を走ってるから、はい、お前はとその道を走って、きらびやかな道を走ってるから、見えてなかったんだけど、はい、俺ずーっと後ろがついてって、お前らのあらずっと探してたからな。何よ、お前らの漫才も全部見て、お前らの漫才の系統と似てる、先に出てる人たちと見つけて、ネット上にパクってる。あのネタ、キングコングパクってるっつって、流してた、もういろんな活動してたから。お前の10年間、俺、近くにいなかったなーって言ってたけど、俺ずっとやってたからね。最低やん、もうやってないね。全然その効果が出なかった。あとあの、皆さんよかったら、ベース吉本って今ちょっとね、NMB の劇場になってるね、うん。あの横にある電信柱一回ね、よかったら大阪行って見てください。西野死ねって10個書いてあるんですけど、それ僕です。服部宝冠先生のあの、占いの館にね、西野っちの悪口書いてあるの。やめろ。西野っち死ねって書いてあるんで、結構女の字を書くの大変だったんですけど、あれ僕です。やめろ、もう。そうなるよ。お前し、うん、な、あれ、どういう気持ちなの？どれ？電信の時？のさ、金婚さ、金婚のネタを見る授業ってあったじゃん。なんかあった、いや、だから俺らはいないから、まだいないね、いないから。あったでしょ？あったよ。お前らのテレビに出てるのを、みんなで見て。その NHK のとかを見たんでしょ、あのコンクールのやつを。見たよ。で感想書かされんだよ、みんな。ほんまそれ。書いたよ。ほんまにあった？やってたよ。いや、山ちゃんってさ、なんか、喋ってるうちにこう自分で組み立てていくやん。出た。お前俺虚言癖みたいって。言うやん。だってさ。何よ。新生かまってちゃんのノコ、君の悪口むっちゃ言ってたけど、あいつまだそういうことを、そういうことを言って、お前、強大な敵のとこ出してくるなよ、お前。野子君の悪口で、俺で、ほんで、この間、どんなんかなと思って、野子君と思ったけど、むちゃくちゃいい子やったで。お前、待って、お前、一番やばい敵つって。すごいカリスマなんだろ。いや、野子君、むっちゃ礼儀正しくて、むちゃくちゃいい子やったで。それに関しては、じゃあ、俺はその時に言ってたことをもう一回言うけど、俺は、あるネットのやつで、はい、ルミネ座吉本の楽屋口で、はい、ね、なんかその生配信かなんかで芸人捕まえて、ニコ生とかそうでしょ、そうそうそう、で芸人に無茶振りして、そう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 、はい、滑ってましたってやってるのを見て、はいはい、こんなに芸人を愚弄するやつは何やってんの、はい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 、いや俺もそれ、え、そんなんほんまにしてんのかなと思って見たけど、はい、滑ってましたとかそこまでだもん。それはヤマちゃんが持ってるジョイマンに、なボケ振って困らせてったけど、あったろ動画で、なんかそんな動画確か上がってたけど、そこまでひどい感じじゃなかったで。何よお前、そん あんなええ子を、いや、なんでそんな悪く言うんや。そんなええ子だって思えるか、その動画見た時に。自分がいつか被害に遭った時考えてみ。いきなりあんなんで世界に向けてな、配信させられて、かわいそうにお前ジョイマンとか。いや、そら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 ね。だろ、うん。いや、俺もその後ね、ひょんなことからライブ見たよ。一緒でしょ、うん。あの、一緒にはなってないけど、ももクロとね、対バンしてるの見た時に、すげえなと。だからこの人は、こう、そういうことを、ちゃんとこう、一つの演出としてやってんだな、うんうんうん、あ、じゃあプロだなと思って、止めたよ、怒りは。そうでしょ、うん、で、いい、この、絶対的に俺が叩かれそうな情報を、電波乗せて言うのは、鈴木拓以来だよ。ちょっと待ってね。言ったこれダメだ。ちょっと、だいぶ部が悪い。ちょっと何やねん。俺のリーサルウェポンが今日来てるから。何やねん。カモン頼む。何リーサルウェポン、ヤマちゃん、ヤマちゃん、やばいよ、おやめてやるよ、やるやめてくれ、こんなひどい話があるから、でもずっとバシ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 で、ひどいよ、ヤマちゃんもうやめてあげてくれよ、いくらなんでもだろ、じゃあ本当のこと言うてるから、あまりにもだよ、本当のこと言うなよ、もう本当のこととかさ、本当のノコ君の悪口ずっと言うてたから、俺がまるで言ってたみたいな、言ってないよな、ネコ、そうだ、ほら、いやいや言ってたでしょ、ノコ君の悪口さんざん聞いたでしょ、なんか座れ座れ、まあ座ってくれよ。まあ山ちゃんはちょっとね、うん、その、まあ悪口を言うみたいな感じに思われてるけど、うん、いいとこもあるんだから。ちょっと待って、猫、猫、猫、あの、悪口を言うこと大前提ですよ。いいとこもある、悪いことを言うけど。でもそれはあれじゃないですか、お笑いの、ね、お笑いのためのやつもあるし。そうだ、そうだよ。まあ猫、全然いいんだよ。ちょっとちゃんと猫紹介してくれ。どうも、猫しくて、お願いします。同期です。全く同期ですから。ええ。そうですよ、うん。そうですよ。だから山ちゃんはもう NSC 出てからずっと。そう、一緒だからね。ええ、俺は泥水組と、はい、そっちの太陽組と。だからもう。ちょっと太陽に俺がさ、この泥水がさ、うん、もう干からびそうなんだ、今。カラッカラじゃあ、え、でもさ、
山ちゃんはさ、うん、なんかそういう NSC 的にそのなんか悪口言うたりだとか、こういうなんかいろいろあるやんか。うん。ネゴちゃんもそうやったん。でも、俺は、うん、その、キングコングの、うん、あ、すげえって思ってギリギリしてたけど、うん、それも、自分からは言わないし、うん、キングコングが、まあまあ、売れすぎて、ちょっと、ネゴ。ネゴちゃんやってないやもん。だから、だってさ、うん、ネゴちゃんやってないやん。眩しいじゃない。てやや見てたけど、猫言ってやる。見てるけど見てない感じだったよ。猫言ってやる。それ分かる。だって人は絶対あるもん。そういうなんかちょっと詐欺ったり、人に対するそう嫉妬とかもちろんあるから。すごいんだよ。だからでも本当に、いいまあ、直視はできなかったね。帰れよ、お前でも山ちゃんはめっちゃ。山で褒めに来るんだったら、お前。いいやつなんだよ。山ちゃんは。猫それ言ってやる。めっちゃほんとこんなね、人の悪口をばあば言うけど。悪口言うんでしょ。でもこれはネタですよ。山ちゃん、だって。なんでこのね、うん、やってくれ俺のいい話を。だからミュージシャンとかね、うん、こう路上ミュージシャンがやってるとこで、うん、こうひっそりと聞いてあげて、うん、今ね、こうチャリンとお金入れずに、うん、こう缶コーヒーを置いて、そういうエピソードが頑張ってとか。嘘でしょ。うん。嘘。ミュージシャン、あの嘘にしてももうちょっといい。マジか。これマジで。いやでもあのちょっと違うんだよ。うん、でもさ、あの俺のいいエピソードがさ、うん、あの路上のミュージシャンに缶コーヒーあげた。俺さっきの爆弾に対してさ。もう大爆発起こしたところにさ、お前絆創膏持ってきてんだ今。ちぎれてんだよ、俺の体。もう、ちょ、全部本音で喋ってよ、もう。これは本当猫が俺のいいご話の時にいつも出すやつよ。うんうん、だ猫と、だいたい東通りとかな、うん、東通りで商店街って大阪にあるんですよ。はいはいはい、そこ歩いててな、うんうん、ストリートミュージシャンがいると、うん、ちょ、猫待っといてくれって言って俺はコーヒー買っておくっていうのが、一時期好きだった時期があったんだよ。そうなんだよ。それやってたな。うん。うん、猫、俺のフォロー終わりか。もうそれ11年前なんですよ。それ。えあだからそうか、でもね、そうだ、この二人でよくつるんでたんですよ、NSC の時は山ちゃんと猫ちゃんで。そう、だから、これはね、うん、ちょっと、猫。うん。もう一回って呼ぶわ。これは、今、このね、22期の、うん、俺は思いを今日背負ってきてるから。ああ。これだってこんな場ね、うん、これみんな、これもう、そうだ。みんなが聞いてるから。うん、そうだよ、今日は。大丈夫かって、もう電話がかかってきたから。あ、ほんと、うん、ええ。誰かかかってきた香川のすみます芸人の火事から。火事ね。もうさ、もう援護射撃っていうかさ、もうみんな援護石なんだよね。援護石持ってみんな後ろに来てるからさ、結果俺の肩にコンコン当たってんだ、さっきから。みんな固唾飲んで聞いてんだよ。ほんとみんな火事強いし、誰が知ってんのね、香川県すみます芸人。みんな聞いてるよ、22期。全員聞いてるよ、今日は。そうだな、西野を倒してくれると思ってたな。うん。あんなグイグイ。確かにね。独創の金婚。ドトールコーヒーで猫、ね、と一緒に、うん、その火事がさ一回さ、うん、ダウンしたじゃん。あの火事屋の方ね。火事屋の方ね、うん。だからその時にさ猫にさドトルコーヒーでさ、うん、コーヒー飲みながらさ祝杯だなって言ったらさすがに猫が怒ってさ山ちゃん喜んじゃいけない時もあろうかって。その時ぐらいだよ猫と俺が喧嘩したの。あの猫ちゃんの方が人できてるから。うん、まあまあちょっと人ができてるからな、うん、猫。まあでも全然俺はもう。もう背負ってきてるから。本当だね。山ちゃん。ちゃんとこの、西野攻撃できる素材あるんですか？あるある。あるやめてよ、もうね、俺、うん。嫌だよ、俺そんな。うん。やめてよ。ちょっと一旦ちょっと。一旦下がるわ。一旦下がるね。うん。で、猫ちゃん。一旦下がるよ。あんのか、お前、本当に。あるある。あいつも、缶コーヒーのエピソードなんだよ、あれ。山里亮太の不毛な議論。援護射撃の相手間違ってやったよ。何だったんだよ。まだ来るんでしょ、でも。いや、だから、はい、正直さっきはまだね、はい、肩温まってなかったと。はいはいはい。ネゴシック先生。はいはいはい。急やったから、ね、はい。うん。急に呼び込まれちゃったから、うん。ちょっと準備時間が欲しいということで戻ってきました。いや、でもさ、はい、俺と西野が今戦うって中でさ、はい、出してきた武器が、はい、ストリートパフォーマーに缶コーヒーをおごるっていうね。あいつよく、俺ね、驚いてんのが、ヤムちゃん、今日任してくれって言って。俺、爆弾なんか持ってきてるで、確認したね、爆弾ってのは、ね、これ今のコーヒーの爆弾の一個だったのかって言ったら、コクってうなずいてたから、ちょ、ね、これ爆弾じゃないあれ。あれ、もうグーニーズのパチンコだぜ、おい。ネズミしか倒せないの、お前。頼むぞ、ね、猫。西野みたいなもんに質問来てるよ、これ。ありがとうございます。まあ、基本俺が答えますけども。やばい、何やねん。ラジオネーム概念覆す。はい。現在、絵本制作や落語など新しいことに挑戦してる西野さん。うん。そんな西野さんが次に挑戦したいことは何ですか？吉本転覆です。もうこれも有名な話です。吉本転覆です。なんで、それ俺答えさせてくれんの？俺に来てるんでしょ、それ質問。お前ないだろ、もう挑戦すること。俺だって吉本は結構最近すごく仲良くしてるんですよ。
俺は大崎さんとのメールじゃない、手紙をやり取りもして。じゃあ、そういうことにしときましょう。ちょっと仲良くしてるんやで、俺。何よ。お前なんかあんのやりたいこと。もういいだろう。落語もやって、本もやって、うん、舞台演出もやって。うん、次どうしようかなないんかよ、俺。いや、だから海外のそれが話今回本当に、マジでいただいたから。どうなん、え、それ海外の話って何なの、じゃ向こうの出版社から絵本だ。と、それと。え、それもう一回書き直すの、うん、だから、向こうで、出版し直すってこと。日本で出したやつとか。そう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 。あ、まあ、英語直しとかして。それと、それを、映像化しましょうよっていう話をいただいたから、うん、もうそれをだから、取り決めにいかな。もうそこ、非常にややこしい、その、間にエージェントっていう人が入って、いろいろややこしいやりとりなんやけど、それを、じゃあ、話進んでんだ。そうそうそう。で、その売り上げの全てを売春宿に使う。いいんですよね、売春宿作る。俺は売春王になるって言ってたから。それで作るんですね、はい、最終的には。はい、わかりました。皆さんお気をつけくださいね。はい、ラジオネーム、ジャーゲジョージ、うん。ニューヨークで女を何人抱きましたか？いや、3日でしたっけ？ 3 日で。3日だったら、うん、まあ、身内行って2でしょうね。行くか。身内2、身内の、に身内2ですね。行きまで夜はあんの、夜は夜で。何が？いや、その関係者の人とのなんかあんねん、お食事会みたいなんが。もうそれびっちり、いや、全部行ったよ。え、行ったお前。いや、行ったって、お食事会に行ったって話だよ、その。やった？やってないよ、別におっさんやから、向こうは。出た。お前、そのもうね、もう女とかそんなんじゃないんですよ。その、そういう人だと喋ってる夢の話してんのがいいんですよ、タイプだろ、お前。ね、そういうので、エツに浸るタイプだろ、お前。いや俺言っとくけど、マジで中二病やからね。であるよ、それは。ご存知。うん。それもね、みんな知ってますよ、それは。うん、だからあんのよ、そういうの言いたいしね。で、お前、まあいいや。ちょっとお前とのオナニー談義は後で戦わなきゃいけないんだけど、うん、その話を今日したいって言ってたら、猫が爆弾持ってるから俺も入れて使わさいって言ってた。そこね、猫ちゃんは。うん。ラジオネーム、やゆえよ。はい。西野さん質問です。はい。2004年の M1 で南海キャンディーズが2位になった時、正直どう思いましたかと。ね。天才がいたなと思いましたよね。うん、やっぱりあの。2位になったっけ、それ。いや、ちょっと待ってよ、どん時や、それ。アンタッチャブルさんが優勝した回だよ。2004年。伝説の回だよ。覚えてないの？それ、南海キャンディーズが一発目に M1 出た。そうそう、初の M1 よ。で、翌年からゲー出るぐらい滑った回やん、ね。お前 M1 でゲイ出るぐらい滑ったなんてお前の口からよく出た。お前のお口チャックマン事件あんだぞ、お前。お前、お口チャックマンの滑り方もお前なかなか。あれ、アホちゃう？お口チャックマンいじるって。何が？そもそもあれ、滑ってるっていうことでネタが進んでんのに、それを滑ってるって言っちゃうのって、あれ、全然、俺は、読解力なくない？みんながそれに気づいてる気づいてない関係なく、うん、滑ったっていう状況にお前がいることだけでいい。あれいじるやつアホやで、本当に。あの時の、もうあの、なんていうの、うん、お前は多分全部、計算のうちじゃんか、そこら辺で滑ってる。そうそうそう、あれ滑るっていうネタやの。でも、うん、その時の、カジの目のスピード、うん、泳ぐスピード、最高だった、ね。あれカジ、あ、カジビビってんなーっていう。いけいけカジ俺のおらっつって。そっか。な、M1 お互い 何回ぐらい出てるっけ？俺だから、決勝やろ？うん。3回出た。そうだ、俺も3回出た。うん、3回出た、うん。お互い3回ずつだよ。だから同じぐらいの結果よ、もう、本当に。一緒には出てないよな、でも。年被ってないな、一回も。年は被ってないかな。うん。あ、この先の結果。ええ結果出た次の年がもうゲーデルが滑る。そうなんだよ。うん、だって、一番最初の M1 出てるよな、だから。そう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 。初期の中川家さんが優勝した時の、うん、そう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 。金庫出たんだ。うん。もう全然あかんかった、それ。いや、それ全然あかんわ、それ。1年目とか2年目とかやから。あ、そっか。そうやん、もう。それはもう周りもう10年とかで、もう、それ全然あかんかったわ。これ2004の後のこの優勝候補って言われてる2005の地獄ね。ほんまやな、あれ大変やったな。うん。お前でも、7位でスタートして、うん。次も3位まで行ってんの？ 2007 年が3位とかね、うん。うん。その次の年がもう全然あかん。8位とかもそうなんや。あ、そう。うん。全然。俺、2位でスタートして、うん、9位、8位だね。いや、もう全然やん、こんなん。え、俺、そんな滑ってたあ、これもで、2009も出てるやん。出てる。山ちゃん。俺だから3回出てんだって。あ、ほんまや。そうよ、久しぶりの復活っつって。あ、そうや、そうや。あ、もう全然。消えてるか滑ったもんな、あれ。全然震えへんかったやん、じゃあ。ちょ、M1 関係の質問。あかんな、お互い全然あかんな、これ。お互い、あの、ごめんなさい、M1 関係の質問ですよ。お互いふわっ て, て。お互いでいい思い出があんまないっていうね。うん。まあ、俺2004のおかげで4位出たってなるけどね。うん。あ、そっか、これでバッてきたんか。さあ、そしてですね。うん、あとね、勝てる勝負。はい。俺が西野に。はい。
ラジオネームスチームローラー美顔器、はい、童貞モンスターことキャリー泥酔パコパコそして TOTO の社員さんこんばんはちゃいじるやんねえ、はい、こんばんは。 TOTO の社員さんじゃないよね、トイレの神様の近くにいただけだもんねいやまあそうさ、あれニューヨークに行ったらちょっと一瞬思い出すわ、ね、違うわあいつの男いんだな、みたいな。いや、だから相手の方がね、ニューヨーク在住のドラマーみたいなことで、会いに行くんかみたいな言われたけど、違いますから。絶妙だったら個展もその理由で開いたんだな、あそこで。え？何の神様がいるっつって。引きずってないよね。ほんで、なんか、山ちゃん、ツイッターで俺の、その、神様いじりみたいなことをしてきた時に、俺返した時に全然返ってこなかったね、あれ。お前、返し方が荒々しいって、お前。お前の返し方は。大きい大人の力を感じるような返し方をするんじゃないちょっとそれ探してくださいよ、本当に。もう昔の。うん、昔の。1週間、2週間ぐらい前のツイートで。そうそう、なんか、トイレの神様をね、ちょっとこう、その西野とのあの結婚のね、やつで、ちょっと、俺がツイートで呟いたら、それに対して来た西野のカウンターによって、俺がね、黙るっていうね。こう、ツイッターで、幾度となく戦ってきたこの俺が黙るっていう屈辱ね。いやね、もう。で、違う、これ、何挨拶、はい、とうとうとじゃん、こんにちは。この。山里、てめえ何動揺してんだ、はい。負けるには早いだろうが。リスナーの思い砕かせるんじゃねえ。とりあえずこっからは西野に勝つため、最近した変わったオナニーを言い合え。もうオナニーの話ですか？勝てる勝負。オナニーはすげえすんねんな。いや、だからそれなんですよ。うん、西野さんの、オナニーはすげえすんねんなっていうのは、うん、抱き尽くして女性を、抱き尽くして結局自分のタイミングでいけるオナニーっていいよねだろ、お前。違うね、おばちゃんは。俺は、抱けないから出さなきゃってさ。でそれは大きな違いがある。なのに、お前は、オナニーをするんですよ、みたいなことを、つぶやいて、はい、なんか、俺も、お前らと一緒だぜ、みたいな空気出すじゃん。はい、じゃあ、お前のオナニーは、そのままウィニングランのオナニー。俺らは生きるためのオナニーなの。ないだろ、お前。オナニーは、精子がいっぱい出た方が気持ちいいっていうのを聞いて、はい、精子どうやっていっぱい出るのかなと思って、柿食ったらいいって言われてさ、柿やたら食ったら食中毒になることないだろ。柿いっぱい食って、精子いっぱい出そうとして。ないだろ、お前。いや、ないです。お前は、全然ナース物、ナース物で抜いたとかさ。そう、抜いたとか、スパイモンで抜いたとか、もうそんなんばっかりやわ。確かに、オナニーは非常にオーソドックスな。そうだろ？うん。だから、その空砲とかしてたよ。うん。だから、ずっとこう、この角度でここでいたら誰かに見られてんじゃないかなと思いながら、ずーっと壁にスーって擦ってるとか、それないわけだろ？あ、でも、うん。ランニングマシンあんねん、家に、俺。おぉ。ほいで、エロビで流しながら、ランニングマシンこうやって、走りながら、もう裸いで、こうやって左でこうやって支えながら、そう。そしたらさ、走る振動で、まあ、多少はこう揺れるやんか。おぉ。だから全然、大して気持ちよくないんだけど、これの時は。うん。そやけど、もうそろそろ行くかなってなった時に、抑えたいんやけど、ほら、走り止められへんから。うん、動いてくれね、そう。だからね、もう人にやら手こきされてるみたいな感じで、おい、ランニングマシンのオナニーはね、むちゃくちゃいいのよ。マジか。いや、これね、だから、結局オナニーって自分のペースでやるやん。ペースよ。早いけど、ランニングマシンのあの揺れに任したら、うん、もうランニングマシンペースで行かれるから。勝手な動いてるあのスピードで、ね。そう。あれの揺れに合わせて勝手に手が動いてしまうから、もう全然、もうそんな攻め方すんの、S 状に急にやられるような感じ。そう。あれいいよ。ネゴシックスさん、オナニーの話です。ネゴシックスさん、いや、むっちゃいいよ。うちのネゴシックスでしてますよ。おいどうしたよ。ついに来ました、オナニーの話です。何しっこり？しっこりです。しっこりやで。ネゴシックスはどんなしっこりするんですか？それ毎日やっとるからね。俺もやってる。いや、だお前のとは違う、うん。こっちだってネゴなんか見てたら土人形みたいな。ドロカボなな、グアムの民芸品みたいなな、シルエットしてんのよ、お前。昨今ではもう1日3回するようになって。見てこれ、中学生、これが本当の中二病ですよ。うん、ね、ドプって出るようになって。どんなうなにするんですか？エロ漫画みたいな音出ちゃう。うまいね、こっちは。濃いカラメル色のが出るのか、うん。でも、この最近だったら、あれですよ、ビジネスホテルで営業先で、周りありましてですね、うん、あの、何ですか、お風呂とトイレが一緒になってるやつ。まあ、ビジネスホテル大体そうだね。そこでこう、浴槽に足をかけ、うん、トイレに、便座に座って、うん、シャ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 ってやって、ビャッと出たらガクってなって折れてその間挟まるという。挟まるって言うやない。ネゴシックさん、一回ちょっと戻ってもらってちょっとあるのよ、ちょっとこれ。あ、じゃあもうこれないやねんっていう。何これ重いよ。
持ってきた。聞いた聞いたよ。22期の重い？何？なんかいや今日持ってきたよっつってんだよ。何？袋みたいな持ってるぞなんか。なんだ？これだよ。なんだ？これ何？え？これだ山ちゃん。なんだね。ええ。わ、なにこれ黒いブラックボックスに戦うって書いてある。え、何？怖い怖い怖い。これ薄暗くなりますかここは？ちょっとこの。わ怖い怖い。何何？これ薄暗くできるのかい？どかんとかなれん。うわ怖い怖い。何何？何これ？わ真っ暗になりました今。山ちゃん猫が今出しましたよ、うん、これが全員の地べたの全員の思いだ、うん、押せ山ちゃん押そう何何何行け山ちゃんどうしたこれ何これこれが今日の山ちゃんの今日本気だぞという猫ちゃんどういうことこれこれ猫ちゃん、ええ、ちょっと待ってくださいよちょっと猫ちゃん一回戻ろうかおいどういうことおいあいつなんだあれ山ちゃんのなんか人形が目が光るみたいな俺のパネルに目が光ったあれが22期の思いどういうことなってんのいやちょっと間違った帰ってくるよ説明しに、はいはい、何やったの猫ちゃん何やったのちょ猫お前持ってきた爆弾ってあれかあれ今日のために作ってきたのかあれちょっとねやっぱこう点灯式で点灯式あのね、皆さんねリスナーの方々は分かりにくいと思うんですけど、うんまあ、ひょっとしたらあのホームページにも上げれるんだったら上げてもらって、あの僕のね宣材写真使えてるあのパネルの中が用意されてまして、はい、で僕の方にね、はい、コードがつながってて、はい、でこう戦うって書いてバックボックスみたいなあってそこ押してくれって言ってパッとしたら目がピュッて光ったねピーンと光る、うん、山ちゃんの本気がこうピュッと出るというあのよく漫画とかでもね本気の時キラーンってなるっていうのを表現してくれたというちょっと本気本気だぞ山ちゃんはっていうのをね今回そのためにグッと伝わると思ったんですけどねあれはどれぐらいかかって作られたんですかあれは2日ですかあれを作ってる日、はい、お昼から作って、はい、気がついたら外が暗くなってたその力作とかで、まずぜひホームページ見て難しいって、ちょっとね、はい、俺とネゴのこの2プラドンだったら、はいあのもうリスナーも気づいてると思うけど、はい、うまいこと攻撃できてないのが西野が、はい、これって多分単純に今深夜ラジオの楽しさだけしか知ってないこれじゃよくないだからもっとね、はい、攻撃のプロがいるから、もう何もそのコーナー行こう、はい、さあということでこちらのコーナーに参りましょう、はい、子供たちを責めないでハイパーハイパー私はさあこれはねあの子供の声で言うと面白そうなことを子供に言わせてみたいことを、まあ、音楽にして紹介するというコーナーだったんで元は、はい、それがいつの間にかずっと子供の声で俺の悪口を言うこの番組の時にこのお前のコメントをしてやったりの顔が嫌だってみたいなそう結構具体的なのが来るわけなるほどで今回は西野が来るってみんな知ってるから、はい、多分西野用にも子供に言わせてると思うよなるほどただまあそれだけじゃなくて、はい、意外とお風刺だねっていうのが来てるんじゃないかそういうのも入ってるとね、まあ、いろんなのあるから、はいまあ、ただまあ正直西野はギッタギタ言われると思うから覚悟して怖いなで猫一緒にそれ見てニヤニヤしてやめてやもうあんまり行きます、はい、じゃあよろしくどうぞ今日は西野用だから俺はまだ一安心だから怖いな目は絶対ないから確かに嫌な悪く言われるな慣れたの子供がいいもんそう全然慣れた皆さんこんばんは子供ですイエイイエイ今日もお母さん立ち会いのもと収録していますイエイイエイいやいじられて今夜はスペシャルウィークということで、はい、そちらにはゲストがいらっしゃってるんですよねはいニューヨークかぶれの西野さんそうそうそうあじゃなくて、うん、ニューヨーク帰りの西野さん、はじめまして一回本音出ちゃった、ね、僕のお母さんが西野さんと交換日記したいって言ってますぜひご検討くださいお母さんごめんなさい交換日記苦手なんですもう一人のゲスト目黒川さんはじめまして目黒川さんに関しては特にいじりどころはございませんいじりやすいさてこのコーナーもスペシャルウィークってことで、うん、ゲストをお呼びしていますえトイレについて歌ったあの大ヒット曲でおなじみのアーティスト先日ご結婚も発表されたこの方ですえわあすげえ嘘うっそー神様なんて呼んでないこれは、これ何回も食らんでくれ。今日の2代目嘘だろと思いながらいつもと違って山ちゃんの味方
キングコングの西野さんをケチョンケチョンにする予定です。その前にこのコーナーがどんなものなのか西野さんとネゴロガーに知ってもらうため世の中をバンバン切っていきます。それではレッツゴー。まずはどんなもの。ラジオネームトマトマジン。一郎さん丸刈りにしたけど YouTube は使わなかったんだね。ラジオネームペコ。米倉涼子がドラマで女子高生役？なしじゃない。子供に言わしちゃいけませんよな。ラジオネームハイカロリーハイリターン。バラエティで美人って紹介された素人がそうでもないとき、変な空気流れるよね。それはもう綺麗な洗うんですよ。ラジオネームインテリスタ。IOC なんて嫌いだ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 。うまいこと来た。ラジオネームノープランでは止まれない。お母さん、それはテディベアじゃなくて天竜源一郎。ラジオネーム二丁目の菊池よ。おじいちゃん、それはおばあちゃんじゃなくてクリームシチューの上田さん。確かにね、しまってね、しまって笑うと。ラジオネーム二丁目の菊池よ。順調に体重落ちてる。これをキープしながら体質改善していかないと。半身浴、やっぱり気持ちよし、今日のアロマバスソルトはまだこれから自宅取りするからペパーミント&オレンジスイートで作りました。目を覚まして気持ちをアッパー系に。黒川、お前はアッパーでもこっちはダウナーだよ。クロちゃんツイッターなの。クロちゃんこんな OL みたいなツイッターばっかしてるから。世の中や黒川を切っていますが、西野さん、はい、このコーナーの趣旨わかりましたか。わかりました。はい。まだわからないの。わかってよ。しょうがないな。わかんないから教えてやってしょ。わかってるよ。もう本当は読むつもりじゃなかったけど、山ちゃんへのダメ出しも来てるから、こっちも読みますね。俺いらないよ。ということで、分かったかんだ、今週もたくさん来てるから山ちゃんへのダメ出し、はい、読みまーす。ラジオネームナスビマン。最近テラスハウスについてのつぶやき、お金の匂いしかしないよ。感想感想。ただラジオネームハイカロリーハイリターン。山ちゃんと島崎和歌子さんって熱愛中なの？どこの情報なんだ。昼なんですね。ラジオネーム夜未来の夜行性。ヒットの秘密で雪見大福の CM 狙ってるって言ってたけど、腐った大福みたいな顔して冗談よしてよ。ラジオネーム眠れず羊が暴食中。山ちゃん、山里亮太 VS HKT48 いた？いたよ。MC だよ俺が。ラジオネーム夜未来の夜行性。大きめの飴玉を飲み込んで不安だったらしいけど、飲み込まれた飴玉の方がよっぽど不安だったと思うよ。ラジオネーム概念覆す。山ちゃんって京都花月の時必ず京都散策するよね。ひょっとして楽屋に居場所ないの？確かに山ちゃんって楽屋おらんよね。まあ、いらない。ラジオネーム二丁目の菊池よ。ノンスタイル井上の偽物ツイッターにまんまと騙されてんじゃねえよ。あったよ、本当にちゃんとやる、騙されたわ。ラジオネームいわき肉踊る。おい山里、なんだよ、なんで変態仮面の主演断ったんだよ。言ってないよ。いや俺にまずオファーして小栗旬さんに行かねえだろ。ラジオネームパースケ。チャルじゃない。健一で静岡の愛ちゃんをいやらしい目で見てたろ。見てねえよ。あんなお前。ラジオネームテラサー。朝か
から佐藤浩一さんと絡んで渋くドイネしてんなよ。ドイネってのは勃起のこと言ってんだけど、この子。ラジオネーム傲慢なストイック。次の穴にチョコもらってちょこっとドイネしてんじゃないよ。ラジオネームフーティエ。サンプル多くない？え、山ちゃんにあげたチョコに誰も毒盛らなかったの？いや、もう本当に美味しく食べたから大丈夫、死んでないから。ラジオネーム傲慢なストイック。吉田はももクロちゃんにチョコもらったってさ。吉田だね。ラジオネームあなたと私。昨日の玉結びに AKB の松井咲子ちゃんが来てたのに、変によそよそしかったね。ひょっとして好きなの？そういう出してない。出してない。ラジオネーム概念覆す。エマちゃんもニラマンダンでニューヨーク行けばよかったのよ。おい、俺が担当編ね。受けるか、あんなもんお前。ラジオネームセハムステキ。日本の R1 って誰だったの？いいともクビになった者同士仲良くやりなよ。ラジオネーム概念つがい。スッキリでやっちゃった者同士仲良くやりなよ。スッキリでやっちゃってるからな。ラジオネーム琴の侍。あれ、あ、俺なかったかな、つぶやき。バレンタイン翌日、うん、あるはずもないのに家のポストをドキドキしながら開けた自分にはみかみながら本日もスタート。山里、何ですか？お前のところに届くのはせいぜい恐怖新聞だよ。読んで死んでよ。もうさあ、お待たせしました。はいはい、続いては本日のメインディッシュ。ニューヨークにかぶれたてほやほやの男版ベッキーことキングコング西野さんへのダメ出し。え、まだ行ってみよう。何？西野だって。もうやや。ラジオネーム陰毛男。おい西野。はい。お前の下の名前読めねえよ。いやいや、ちょっと難しい。秋広っていうの。ラジオネーム空飛ぶ光。あ、尖ってることが未だにかっこいいと思ってる人だ。やめろ。昔からブレないな、それはお前。ラジオネーム陰毛男。西野さん、はい、跳ねるの扉いた？いたわ。聞いたりしてた？ラジオネーム黄緑赤紫ちゃん。西野さんって、はい、未だに100円ショップで高額商品を探してるって本当ですか？もう忘れろよ。言ってないから別に跳ねるわ。ラジオネームマツゲール博士。あれはダイソーだから。西野さん知ってました？何？ピカルの定理っていうすごく面白い番組があるんですよ。いや知ってるよ。見てるよ、面白いよ。ラジオネームネズミ後輩。正直、うん、2001年の M1 がピークだったよね。子供たちやめてあげて。やめろ。ラジオネーム概念覆す。正直、うん、ウエストサイドの頃がピークだったよね。黒歴史やもっと言うたら。そう、西野が最も。ラジオネーム黄緑赤紫ちゃん。お前の笑顔に会いたくて五反田。会いたくて五反田。滑ってたね。じゃあムードカヤの走るんじゃない？そうや、ネズミ後輩。駐在さんの収録で、はい、NMB48 の福本ちゃんと仲良くしても、うん、泣けないからね。やめて。ラジオネームソラレン。やめなさい、もう。今付き合ってるのは、うん、何の神様？いや別に俺、いや神様キラーじゃの。できないから。ラジオネームスーパー野菜ヤジ。トイレの神様とは交換日記してたの？脱線してきたな。戻ったね。ラジオネームノープランでは止まれない。もし西野カナになってたら、うん、名前がかぶってたね。うるさいな、もう震える人とね。ラジオネームナンバー5人推し。
ねえねえ、西野さん。はい。僕にも飛行機ブーンやってよ。飛行機ブーンなんだ。ラジオネーム銭の花は残酷語。あ、お口チャックマンだ。覚えてんだねみんな。俺を言うてんねん。ラジオネームもやもやなら。嫌いでも梶原のことは嫌いにならないでくださいね。大丈夫、梶のこと嫌いってすなよな。ラジオネームポップなクレーマー。こうやからまあ。火曜日は金太郎さんが来て、うん、明日の木曜日は壇蜜さんが来るんでしょ。すごい。水曜日弱くない？呼ばれたんや。知るかそんなもん。ラジオネーム空飛ぶ光。知らんて俺。呼ばれたんやから。ベッキーが笑顔の押し売りなら、うん、西野さんは絵本の押し売りだね。ニューヨークでね、500冊近く押し売りされたみたいなの。毎日ヨーグルト。あれ？トイレットペーパーがない。仕方ない。西野の絵本で拭くか。やめろ。何年もかかってんねん。ラジオネーム非常勤パンダ。めっちゃあるやんもう。キングコング西野がニューヨークで個展をやるという、うん、あることないことはないことでした。あることや。やったの。いや俺もそう思ったじゃん。嘘じゃねえ。いや、やった。ラジオネームジュテンバー。あれやってる西野さんも。これツイッター？ニューヨークのショービジネスでは、うん、我々が美徳としているつつましさが不要だ。うん、日本では、うん、自慢と形容され。うん、こちらではアピールと呼ばれる行動を皆が取る、うん、これが必要最低限の参加資格で、これがないと才能があろうが何もならない。ただそこさえ抑えれば勝てない相手じゃない。おいおい西野、はい、投げーよ。やめろ。恥ずかしい。やめろ。でもちゃん、彼ってやめてくれ。ラスリマン。やめてくれ。俺らリスナーから言わせてもらえば、やめてくれ。前らの対決なんて、ヤムチャ対天津飯くらい大したことないよ。え、俺ら結構食うたら虹だろうと、俺らが俺は何なんすか、じゃあ。いかがでしたか？はい。これからも山ちゃんと甘噛みしながら仲良くしていってくださいね。あ、そうそう、ついでに寝頃川へのネタも少し来てたから、飲んどこっか。寝頃来たって。はい、行きまーす。寝頃あんの？もうラジオネームネズミ後輩。正直スケットがネゴシックスじゃ心もとないよ。それは本当だよ。じゃない。変な目光る。ラジオネームマツゲール博士。え、ネゴシックスってケンコバさんの付き人じゃないの？そのぐらいいますけど。一緒だもんな、ハワイ一緒だもんな。ラジオネームジンジンジンバブエ。え、ネゴシックスって地上波耐えられるの？お風呂だいぶあるけど大丈夫だ。ラジオネームナスリマン。ネゴシックス？売れないバンドか何かですか？いや言われるやんこれ。ずさずさ。ラジオネームプレッシャーバースト。ネゴって方言に甘えてるとこあるよね。いいじゃねえか。島根のツッコミ隊は。ラジオネーム夜未来の夜行性。ネゴさん、仕事ある？ねえわ。今日も前日来たわ連絡。ラジオネーム黄緑赤紫ちゃん。これめっちゃ熱いじゃん。熱いねん、もう。100均行ってガム手とセロテープとネジと木の棒を買いに行こう。両面テープも幅広両面テープ買って、うん、何何カッターで細くすると2個分になるけん儲けだぜ。何年こんなことをやっちゃるだや。何年こんなことって一緒だろ。やつみとなラジオネーム神々校舎。おいネゴ、はい、島根、はい、鳥取、うん、どっちでもいいから帰れよ。帰らんとまだ
ラジオネームスーパー野菜ヤジ。終わらんやんこれ。おいネゴ、宣材写真が滑ってんぞ。リスナーの皆さん、今週もたくさんのネタありがとうございました。もうさて、いつも最後にモノマネを振っていますが、今日はせっかくなので西野さんにお願いします。いや、やったことない、聞いたことない。それでは名曲トイレの神様を歌う森進一さんにお返ししまーす。トイレにはそれはそれは綺麗な女神様がいるんやで。これはあかんの。これはあかんの。いやー西野さん、これはよくないよ。西野さん顔赤くなることあるんですね。いやまあじゃあこれはダメよ、生放送でトイレの神様だったら。しかもモノマネ組ませてね。よくないよこれ。まあ、通常いろいろございましたけど、むっちゃあったで。いや俺のやつはいっか、この際は。いやいや、もういろいろあったで。なんか気になるのあった、うん、俺のやつで。ちょっと待って、これどれが、うん、あ、これが山ちゃんのやつか。そう、山里って上に書いてあるやつ。これだから何がすごいと、もう子供のコーナーどれぐらいやってたっけ、何年、2年2年以上毎週だったよ俺。毎週言われる、毎週やるの1個も尽きないんだよ。すごいっすね。うん、いや山ちゃんそんなに言われる、これかな。何、ラジオネームセハム素敵、はい、いいともをクビになった者同士仲良くやるね。でもあの卒業をさ知らされる瞬間なんかちょっと思うとこあるよな。本当にちょっとあれどれぐらいいた、俺でも2年。あ、2年俺結構長かったね、5年ぐらい。すげえ準レギュラーみたいなのがあったから結構長かった。そう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 、入れなんか誰かとテレコンになってたよな。そう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 、誰かと最初はあのそう各州で、ね、最初の方ね、それでそうそうだなった。へえ、いやなんかやめたくなかったわ、いいともは。あれやっぱなんか芸能界って感じね。そうそう、あれはいいともはね、全然俺、むちゃくちゃ楽しみやったから、毎週毎週。しかもなんかちょっともうタモリさんとの関係性もできてるからさ、うん、結構きつめにタモリさんに。そうそうそう。それ、あ、回しのこととか任されてたな。そうそう、司会 MC とかやってた、うん。楽しかった、いいとも。俺ほぼ喋らず、そっち。え、突然言われるんですか。いや、なんと。結構急だよね、あれ。急、急。言うと、何週間か前ぐらいに。そうそうそう。あの、ちょっともう、今月の改編ので、ちょっと、あの、え、なんか、他言われました、その、なんか、あそこダメだったと。いや、本当にでも全然、もう、あの、宣伝のね、番組なんで、もう、顔は売れたっていうふうに、フジテレビの方から判断されたということじゃないでしょうね。本当、いい、いいですね。反論できませんよね、それ。あれ、好きや。いいともは、あれ、得意不得意出るね。出る。梶原なんかもう全然もう、うん、だボケを担当しなきゃいけないときはやっぱり勇気いるよね。すげえ面白いボケの人たちが自信持ってボケれるじゃん、サマーズさんとかさ。そうかそうか。その中で、ボケに行こうって言ったら、いや、でもこれぐらいのボケで今行って生放送でいいのかなって躊躇しちゃうんだよね。ツッコミの人の方が。そう。だからあとはいじってもらうかしか。だからいじってもらえるときはカウンターで行け。あ、ね、え？ごめんな。いや、見てたから。で猫もほら、猫も島根でやったから、猫ボックスの話。やっとったけど、誰が知っとんだ、そんなもん。これはありますね。あったん、いろいろありましたよ。まあ、私はこれかな、うん、とりあえずは。ちょ、ツイートいじられるの、ほんと恥ずかしいわ。何、西野のあの、お前、情熱大陸出てんのか、お前、ね。いや、ね、なんか熱くなってたよ。俺、めっちゃ長くなかった。ラジオネーム、受天馬。あったわ。これ140です。でか、ギリ入れた。多分ギリ入れたと思うね、俺が。いろいろちょっと。なんかあの聞いたりしてギリギリ入れたと思うね。こんなツイート俺ちょこちょこやるわ。俺これ俺ブログの最初から全然変わらへんねん、これ。ブログもそうだったな、なんかすごい語るブログだったもんな。そう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 。迷惑しかかけないブログだろ。吉本から本当のデスブログは西野だって言って、いろいろ今世の中言ってますけど、本当のデスブログは西野ですよ。いや、これツイートのお互い恥ずかしいで、みんな。恥ずいな、あの音楽流れしかビクッとするもんな。うん、いやでも。西野の、はい、ちょっとこれ熱くなる感じと、はい、まあ俺のやつはね、ちょっとなんかこうな、シーズンものというかね、はいはいはい、あって、はい、それはまださ、うん、まあ、恥ずかしいよ、お互い。はいはい、でもさ、一人やばいのになかった。何でしたっけ、ネゴシックさん。え、ツイートですか、ご自分で一回読んでもらってよろしいですか。あなたの一日を。これ読み方であるかもしれないですね。百、うん、均行って、ガムテと、セロテープと、ネジと、木の棒を買いに行こう。あ、両面テープも。幅広両面テープ買って、カッターで細くすると2個分になるけん、儲けたぜ。
いや困りますよね、寝頃がさ何年こんなことやっちゃるだよ、ね、はい、ここまでですね。まあこの結果が先ほど持ってきた目のあれねあれねあれ作るために、あれそうだな、あれのツイートが、ね、じゃあごめんな、なんか俺のためにあれ答えるためのツイートいじられんの本当だよな、流してくれもこれは。あと猫ちゃん、はい、じゃあちょっと一旦はけてもらって、あ、はい、またちょっとさ、また武器温まったら来て。あるんです、まだある、あるんです。何やの、俺を攻めるやつ、俺を応援するやつか。応援ですね、応援 で言っとくけど、なんか俺の、はい、そのなんか、うん、古典のこととかに関するなんか今あったやんか、子供さんが俺に攻めてたやんか、あったね、古典さんもニューヨークの、それもそうやし、そうだよ、ニューヨークで古典やる、あることないこととかって、うん、その時のさ、その山ちゃんサイドの猫、ちゃんのリアクションが多少悪かったでしょ。悪かった。うん、俺今度猫ちゃんと一緒に古典しよっかっていう話になってっから。お前ああマジかお前、猫ちゃんが一緒にやろうって言うて、怖い、帰ってこい、ま、マジかあいつ、あいつやってんな、西野一緒にやろうよって言われたから、断れ断れ断れよ猫俺でやるぞ、あいつマジか。さっきのトイレの神様の森進一さんのやつはダウンロードできない、やめとけ、できないかな、あれはやめとけよ、ちょっと届けたいところがあるんで、やっぱりテープにしといてもらっていい？やめてくれ。ニューヨークなんですけど。さあ、質問来てるよ。はい。ラジオネーム、口癖はソイソース。はい、山里さん、便所、こんばんは。便所ちゃうの、便所の。神様の元彼。元彼です。はい。質問です。はい。西野さん。はい。性的嗜好はどんな感じですか？ということでですね。トイレを磨きながらのファンですね。あ、そっか。これ俺答えられない。答えませんよ。ラジオネーム、うかつい女子は。何やねん、このコーナー。ピカルの定理についてどう思ってますか？早く終われと思ってます。ねえ、しょうがない。そんなことない、俺は。やっぱ応援してるから、俺は。やっぱね、同期でね、やっぱ戦ってきたいがみ合いながら戦ってきたもう、西野の考えとか手に取るようだから。西野も本当紙に正解って書くのやめてくれよ。書いてないよ。ラジオネームくちばし、はい、西野さんはなんで去年のザ漫才に出なかったんですか、はい、これはね、はい、出なかったんだ。去年は全然出なかったね。まあ俺の場合は、うち前はまあ梶原が乗り気じゃなかったら出へんから、ああそうそうそう、で梶原のせいにしてますけど絵を描きたかったからです、はい、あれ山ちゃんも出ないんじゃん、うん、なんでなん、え、ネタできなかったいいネタができなくてさ、うちあともう一個言えると、うん、うちボクサーになっちゃったからご存知、うん、この前さ、うん、キンスマかなんかでさ、うん、特集されててさ、しずちゃんさ、ゆうちゃんが、うん、最終的にさ、じゃあ最後に夢をつったらさ、うん、梅津さんと二人で、オリンピックって言ったらさ、え、ちょっと、おいって言ったら俺、みんなが、おー、待て待て待てつって。なんだそれやつ。あってんねんやろ、一丁とか、思うとこあんねんやろ。まあ、あんだろうけどさ。あんねんやろ。ないないない。いや、あんねんやろって。何が。しずちゃんに対してちょっと。何もないよ。あるやん。コンビなんか最高にいいんだから、足りない二人やってから南海キャンディーズ戻った時にあれっていうのがちょっとあったんや。お前、それは本当にバカ、お前。それは、ノンアルコールの時にアルコールの話するのなしだぞ、お前。バカだれ、お前。ラジオネーム、江ノ島新さん。この人には勝てないなっていう芸人いますか？俺。ラジオネーム、ガラスの後、西野先生が感銘を受けた絵本、または AV を教えてください。はい、これはですね、やっぱ、ファンタジーがね、西野さん好きですからね。はい、本当に好きです。隣のトロットロですね。スタジオズボリのね、隣のトロットロが一番好きですね。よう出てくるな、ポン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 。あれ西野さんへの質問です。これ、はい、ラジオネームロックバンド。はい、ロックハンド、はい、バレンタインのチョコ何個もらいましたか、はい、山里さんは女子アナからもらいましたが、はい、俺女子アナからもらってっからね。いやそれで言うたら、だって俺共演者からはいただいてますよ。その、なんか NMB とかそういう。うわ !NMB が待ったのお前。それはもうみんなもらったよ、その共演者。ギリのやつね。もういや、その、ギリでしょ、山ちゃんも。いや、わかんない、俺女子アナ。ガチっぽいんだよ。やってるやん。ガチっぽいんだよ。なんでるやん、誰よ。田中みなみが来る、田中みなみが。いや、田中みなみってまた。まあまあ。手当たり次第送ってるであれ。あら、そんなこと結構あれだって、だって、メッセージ付きだったで、ちゃんと。いや、だからもうやめようよ、もう田中みな実に騙されんのはもう終わりにしようよ、もう芸人がもう見てきたやんか、もう引っかかってきたやんか、もうみんな田中みな実のあの手口には、うん、まあね、もう諦めろってちゃうって、そういう営業上手な子なんやって。次のメールいきますあれ次のメール、ラジオネーム北の貧乏神、猫さんに質問です。あ、猫ちゃん、猫さんでさえ引いた山里さんの愚行してくださいって。猫、なんかあるかな、あるかないかだけ言って。山ちゃんの具、あ、もうなんか準備してんのね。あ、次のやつがあるんだ。次の準備してんのね。後で聞くわじゃねえか。これ後取っとくな。山ちゃんの具行ないだろ別に。
いや、あるよ。お前が答えなくていいよ、別に。俺答えるよ。何？あるよ。だから、俺は山ちゃんに対して、お前これちゃうんちゃうかっていうのあるから。何が、俺結構真っ当だぜ、俺は真面目に生きてる。いやいやいや。実は根が真面目だから。それは多分その、このリスナー不毛な議論、リスナーの方も多分思ってる。何、その品川さんとの決着のつけ方、続いていきましょう。ラジオネーム全正直品川さんが来ただけで終わってたけど、山ちゃん的にはどうなんだっていう本当のことを聞かせてくれよと思ってるから。先輩の広い心のおかげでこの話は全て丸く収まってます。いや俺知ってるから、あの後の営業で一緒なんてで、あの行列かなんか出なあかんっていうの、その気が重いわみたいな話をずっとしてた。俺知ってる。お前マジは？ちょっと怖い。お前言うてたやんか、その行列で。何が？俺やり方あるみたいなこと俺相談された。言ってない。行列のね、あの本当にできるラーメン屋さんがあって、これやり方ある、このあのラーメン食べんの品川駅なんだけど、そうなんじゃな。品川駅の目、あのつけ麺の鉄ね、あそこ行列できるから、どうしたら食べ方、山ちゃんがそれで収まるわけないんやから、石入れるタイミングあるかって話だろうが、バカだろお前。収まるわけないんやから、品川さんが一回来てわははって笑っただけで、絶対それまたくすぶってるやろ、その火種は。くすぶることない、全然。あれはもう全然解決、やった、よかったですよ。お笑いの世界いいね。そういうもんでしょ。いいね、この世界。え？あったよ。ないないない。ずっと言うてたやんか。俺どうしたんやんみたいな。俺だからそれは品川駅の美味しいラーメン。ラジオで一回決着ついたみたいになってるけど、あれやり方あるみたいな。やるって。まあ、で、結果。俺悪もんちゃうみたいな言う、うん、俺聞いたで。うん、で、うん、言ったろ、まあまあ、言ったろって言ったけど。うん、じゃあもういいけど、じゃあお前それ、まあ、もう、みんな気づいてると思うからさ、ちゃんと言うけど、言ったよお前に。で、俺が、お前に、あの時言った、最悪の事態になったの？実際オンエアで。俺超悪者で終わったんだよ。できるかそれで。それも納得いってないんでしょ、だから。言ってる。今なお別に納得いってないんやろ、でさ。言ってる。不毛な議論リスナーの人、おい、山里お前もっと噛みに行けよと思ってるから。もう。ここで終わっていいんかっていうのは。わし歯がないんじゃん。もうわし歯がないんじゃん。全部。あの件に関しては。え？恵方巻きが硬すぎて歯が折れたんじゃん。噛めんもん。おっとろしい。ああ、面白い。たぶん。ああ、面白い。はあ、洗いたい。ああ、どうしようかな。動揺のせいでお前、次どの質問やるか忘れちゃったよ。ああ、洗いたい。言ってたからな、絶対に。言ってないですよ。本当にだから俺がね、うん。ちょっと待って、一回ちょっとね、俺サポーターもう一人用意してんだよ。え？うん。ねおちゃん以外に？長井ちゃん。この長井ちゃんってのが、うん、あの、俺がちょうどよく気持ちよくなる褒め方を知ってる人。ちょっと長井ちゃん。あれでも、俺はあの、初めましてですよね。初めまして。よろしくお願いします。あの、作家さん。作家さん。はいはい。長井と申します。あ、長井さん。長井ちゃん。一回ちょっともらっていい？ちょっと俺今、ちょっと劣勢な空気出てるから褒めてもらっていい？今日どう？今日ですね、僕、あの、初めて生で見させていただいたんですけど。あ、今日ね。普段はいつもバナナさんとか、小木屋さんとか。あ、はい。一言で言うと、うん、まあ、見事な負けっぷりがもう、いや、そうかな。これないでしょ、この時間。感動するぐらい。これ、どこの授業があんねん、これ。見事とかってあるの、負けっぷり。興味ないって、別に。ラジオ聞いてると。今日、西野さんいらっしゃる。来てることで、西野さん、その、今もう話題の、うん、この、うん、もう弱ってるからまさに呼んだっておっしゃってましたけど。そうなんだよ、今日そこで倒せるかな、つって。その西野さんにここまでコテンパンにやられるかっていう。いや、これないやねん、どこの時間。長井くんね。その、じゃあ長井くんの分析からさ、言うと、俺がやられてやってる感がちゃんとうまいことを、一切気づかないけど出してるってことね。あの、やられて、もう本当に負けてるように見えるので。ああ、できてる？ここいらん。じゃあ次行こうや、もう。その日本で、うん、山里さん、うんと比べて、うん、こう負けさせて右に出るもんね。よくない。あ、そうか。成長止まるって、これよくないよ、こういうの。うん、そっか。よくない。まだまだこれから行かなあかんねんから。ありがとう。うん。でも、この後もうちょい負けなきゃいけないんだ。じゃあ、汗かいてるやん。うん、ありがとうね。ないやねん、この時間。いや、そっか。ないやねん、この時間。なんか、そういえばお前、今日元気出たな。よかった、よかった、よかった。お前、心弱ってよかったよ。うん。それは言える。よかった、元気で。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。さあということでですね、何やったの今の時間、えお、ちょっと褒める時間待ってないって、だからラジオのリスナーの方が、長井ちゃんがね本当に、いや俺もね止めたのよ、長井ちゃん本番中だからあんまりそのやめてくれって読んだやんだって俺も気まずいっつって、はい、でも長井ちゃんがどうしても言いたいって言うし、リスナーもちょっとこれじゃなんかまるで山ちゃんがね今日、はい、ただ負けてるみたい、でも今の言うだけで負けてる演技というか、その負けさせてる負けの美学っていうかね、そうじゃないやんか、お前なんか今日楽しそうだな、よかったよ。じゃあ俺を元気立たすための回みたいになっちゃってるよ、うん、来てるんですよ質問が、はい、ラジオネーム宇宙の彼方、はい、塚地さんや板倉さん、秋山さんはよくロンハーで見かけますけど、うん、西野さんはテレビ朝日にハマってないんですか？ハマってないんですね。西野さん。西野さんはね、ワンオブゼブになること嫌いです。その他大勢になることでちょっと苦手なんで。いや、あなたもでしょ？え？あなたもこの間飲んだ時にもうひな壇座れへんみたいなこと言うてる。バカなこと言うんじゃないよ。俺座れへんって言ったら、いや、俺も俺もって言うてん。いや、それ宣言してや、ちゃんと。俺はなんか、俺はひな壇座らないって言うて、それでいちいちニュースになってるんやから。お前な。あなたもその方を取ってんのにやな。お前は座らないって言ったよ。俺がひな壇出ても俺、どうせあれ60点くらいで終わっちゃうから俺は出へんって言って、この間言うてたで。俺は、まあいいよ、はっきり言って、座れないって言ってたからね。ひな壇で死ぬ自分が怖くて見れないんだ、俺は。一緒一緒一緒、俺も。お前はもう真ん中に11年間立ち続けたっていうな、あれがあるだろ、実績があってのひな壇いけないだろ。俺は何もなくひな壇、だって俺がひな壇いけない理由は人見知りがひどいから、うん、うまく絡めないからだからな、そこら辺違うぞ。お母ちゃんも座れんもんな、座れないんだよ、うん、本当にすごいよな、だからあれできる人はね、うん、本当だよ、それはもうそうだと本当テレ朝ハマったいもんね。俺もさ恥ずかしいよ、俺これ自分で読んでるから、で他の何よりも俺がハマってないってなってるやつ。本当だよ、いいもん、六本木行かない。さあ、言った、もうやめてさ、日テレ批判から。日テレ批判してません、俺日テレは正直。さっきも日テレ批判して、その後もうテレ朝行かないって、そのテレ朝批判も、もうほんまやめて。もう俺これ山手のため言うわ。局を敵に回すな。よくない。それそっくりするもんお前に返してる。で、俺は日テレさんにはもう骨をうずめるつもりです。私正直日テレさんには本当お世話です。じゃあもう一個の方はどうなんだって話しますけどね。もう一個の方がね、本当心からハマってないからしょうがないんだよ、こればっかり。どうしようもないんだけど。な、ハマれへんってな。ほんとね、勉強ばっかしなきゃいけないから。勉強するためにこの世界入ってる、ね。いや、もう番組名分かったわ、もう、今ので。え？もう番組批判始まってるやんか、もう。してません、何も。やってるやん、その勉強するために入ったんじゃないとか言い出したやん。そんな Q 様やろ今の。は？お前な。完全に言うてるやん、もう。西野。なんであんな素晴らしい番組を。西野、うん、お前イニシャルで言ったらいいと思うなよ、お前。クエンティン・タランティーノ様だろ。うん。そうそう。ちょっと待ってください。この方呼びましょう。ネゴちゃん。何やねん、もう。ネゴちゃん頼む。何やねん、もう。ここが、このタイミング、ネゴちゃん頼みます。ちゃうやん、さっきから。いや、これもうネゴに寝てるやん。はい、やった。何黄色、何喧嘩したらいけんよ。ああ何何、ね、誰だ、本当に衣装チェンジしてきましたけど、これあの、うん、すいません、このキャラクター確か何でしたっけ。おばあさんだよ。みんな好きなおばあさんだよ。猫ちゃんのこのほら100あるキャラクターなの。あ、はい、黒飴くれた。ダメだよ。おばあちゃんありがとう。おばあちゃん喧嘩したらあかん。ダメだよ、喧嘩は。やねん、これ。喧嘩ばっかりしちょるが。ひどい。危険はね。麦わら帽子に大きめのサングラス、そして、なんかちょっと民族っぽい服とスカートできましたおばあちゃん、ずっと喧嘩しちょる。いや、だって、それはだって、これしょうがないですよ。恨み、うつろみもあるでしょうに。おばあちゃんって。ごめんなさい、おばあちゃん。ね、これ一個、ね、おばあちゃんって、確認したいんですけども。うん。今回ここに来るにあたって、うん、山ちゃんを助けるために爆弾をいくつか用意したってんですよ。ひょっとしたら一番大きい爆弾ってこれ40ある紛争のうちの一つ、うん、おばあさん、うん、これです。これはひどい。お前いい加減にしないよね。もうお前なんか西野の暴露とかそういうのなかったんか。すげーやねおばあちゃんで、いい山ちゃんを援護しようかな。できてねえよ。さあということでですね、はい、おばあちゃんの登場。いや知らんて。こんにちは。いや名前とかはないの、別におばあちゃんの。おばあさん。
いや、猫は本当キャラのデパートですもんね。ええ。ええ、他にどんなキャラがあったんでしたっけ、おばあちゃん。あと、ダイオウイカ。ダイオウイカです。あ、見たかったな。カッパ。ダイオウイカはでも NHK で特集されるのよりも、もう5年も前から。ああ、前からやったよ。ダイオウイカの紛争して、うん、袖から出てきて、うん、まあ、ちょ、漫談して、あれだ、真下で吐けて。で、うん、吐けてるけどまだゲソがズルズルしてるってこれです、これでおなじみのダイオウイカ、もう吐けてんのにまだズル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 っていうのでダイオウイカのキャラ、ええ、あとカッパは何でしたっけ、カッパはあのカッパの紛争してはい、まあショートコントをやる、そう、カッパのショートコントはやっぱカッパにちなんだ、カッパが、サッカーして、うん、へいへいボールパスボールパス、あ、来たヘディングパリンっていうっていうやつっていうのを持って東京に来たんだよな、ぶら下げてきました、蛇狼もすごいのも、蛇狼いろいろありますんでね、これしお前知らない同期俺らお前どんだけ尖ってるか知らんだろ、勉強不足でしょ、蛇狼をちょっと教えてあげてください、蛇狼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 、山宿に泊まりに来たお客を食べようと、蛇狼、はい、お狼という、今ちょっと目が、ようこそ疲れたでしょ、ご飯にします、お風呂にします、お風呂でしたらこれまっすぐ行って左に行ったとこですんで、ゆっくり使っていい出汁出してくださいよ、はい、これです、ヘビオカミです、これがネゴシックさんが、東京に持ってきた武器3つのうちの、置いてこいって、そんなこれだけを置いてこいって、5章です、ね、大事にもあかんって、東に来たらそれで、いやこれは、置いておいでって、お前よくハネルやってる時これ呼ばなかったな俺はいつもギリギリしとったよなあ、いつでもスタンバイできたよな、これ、ヘビオカミってこんなにあんの、大体そうでいけたな。いけた。100円のところで、ヘビオカミで。西野は呼んでくれん、呼んでくれん。お前、同期をこういうな、ダイヤモンドを呼ばずに、お前、よく MC できた。アンテナ張ってないんちゃう？そうだ、それはな、うん。西野アンテナ張ってないな。うん、こんな。ヘビオカミね。ずっとやっとったんだ、お前なんか番組やるとき、呼べよ。いや、怖い。お前ど真ん中の番組行くよ。行くよ、関西でも名古屋も行くよ。怖い。全部知っとるよ、俺、レギュラーは。あることないことって結構な自由度が高い、面白いなんだよ。あれ言ってお前、蛇狼やねん。な。あるから。蛇狼のあることないことやらせてくれ。怖い。あと、グラップラー中山コーテー持って。あれは。あれ一番爆弾ないから。行くからな。あいつ、どこ行っても全て壊せるからな、今。な、とてもないもんな。すごいですよ。うん。ゴールシャイニング。交代試合人さあということでございまして、はい、対決、はい、対決どうしようかな、いきましょう、うん、ラジオネーム松原博士、はい、今まで女にどんなひどい扱いを受けたかという勝負だったら勝てると思います、あ、西野は女にひどい扱いを受けたイメージないもんな、これはまあ、ちゃんと恋愛するのよ、意外と、そう、そうそう、意外と俺そこちゃんとしてる、しっかりしてる、しっかりで別れる時も振られる時もないよ、ね、そうなんかそんなにね、ごたごたなって、うん、でも山ちゃん別にないでしょ、だって女の子とそもそも付き合ったことはないんやから、お前バカだなひどい扱いってことだから、それだからお前みたいなモテる人間俺嫌いなんだよいいか、ひどい扱いってのにお前は付き合ってる時に起こる出来事だと思って喋ってる、はいはいはい、バカかお前、目の前に女がいたらひどい扱いなんか何個でも生まれんだよ。お前1ヶ月の間にお前、筒本さん4回会ったことあるからなあ。お前、やっと逆なされたと思ったら脅迫されたことあるからえ？何やね、つつもたせに会うて。ほんまにおんの、つつもたせって。被害届け出していたら警察が笑いながら調査。久しぶりって言われちゃって。久しぶりに見つけたね、つって。ないだろ、お前。俺の勝ちだな。すいません。参りました。うん、あったね。猫は昔、一緒に部屋で遊んでる時、急に、ちょっと山ちゃんもうちょっと帰ってくれや、って言ってさ、言ってさ、うん、急に獅子舞みたいなデリヘルジョンやなことあるよね。いや、一緒に、まあ、一緒に猫の家でハットリスやってたのにさ、急にちょっと猫がもう帰ってくれみたいな、頻繁に来るからね、うん、山ちゃん猫の下新庄の家でさ、ハットリス二人でずっとやってたのに、うん、急にちょっともそもそして、ちょっと山ちゃんもう帰ってくれやつって、うん、すれ違ったら獅子舞みたいな、そうですね、あったろう、猫ちゃんのカラト、元ブロンクスのカラト、誰が覚えてるの、さあ、そして、感想来てますね、はい、ラジオネーム宇宙の彼方、はい、山里さん今日は乾杯ですね、おいなんでや、乾杯じゃないだ、そうやろ、おばあちゃ ん俺が負けたってよ、今日ほんと山ちゃん明日やばいで、マジで何、いや今日の結果だけじゃなくて明日のその、うん、明日以降の仕事に関わること今日いっぱい言う、いっぱいあるじゃん、やばいよ、勘だからね、 Q さんまで出してるから、出してないよ、 Q さんまでやめろよ、まるで出したみたいな、勉強するためにこの世界入ったんじゃないみたいなこと言い出したから、言ってませんよ、俺勉強したから、俺だって目指してるのちょっとエッチな池上やけどね勉強したいんだよ
勉強したいんですか。明日どうなるかもうそれ知らんでも。何が責任取られんねこっちは。そんなもんがこの後最終的にさ、あの TBS にいるアナウンサーに頼んでさ、この放送はフィクションですって言えば終わりだろ。誰か言ってくれるだろう本当に。え呼んでくれるんだろうか。江藤アナがいいな。理由はちょっと好きだから。うん、呼んで呼んで。すごい。え、感想、あ、質問も来てる、はい、ラジオネームバスケットカウント。西野さんは羽飛び以降、フジテレビで見ませんが、ハマってないんですか、それとも出禁ですか。出禁です。そんなに、出禁出禁。そんな怖いですか、フジテレビでええわ。ラジオネーム、立谷、はい。西野さんは最終的にどうなりたいんですか、はい、ね、ちょっとエッチなウォルト・ディズニー。実際いらねえよ、俺、ラジオネーム、はい、ドックのマック、皆さんこんばんは。こんばんは。2時間聞いてみて、山ちゃんはもちろん好きだけど、西野さんのこと前より好きになりました。ああ、やったよ。最後に西野さんの魅力を一つ教えてください。うん、お願いします。あるか、猫。いや、俺だって猫ちゃんと最近なんかちょっと、ちょさっき言ってたな、お前一緒に個展やるって、お前どういうことだ、うん、そんなこと言っちゃるか汚ねえぞ、おばあちゃんで。後で言っちゃくわ、そういうの。伝えちゃろうな。猫ちゃんと。西野の魅力か、うん、なんだかんだ言ってこの芸歴でアイドル2、3人行ってるとこだよ。ネタ見そのみ、羨ましいとしか思ってねえんだよ。お前やめろ。行ってるだろ、過去アイドル2、3人行ってるからな。やめろ。ライデンで見たことあるけどね。うん、あるな。やめろ。うん。ラジオネーム。あ、普通歌ですね、これ。ダイエット明日から。山里さん、秋広さん、こんばんは。あ、こんばんは。秋広さん。上村です。うちの元彼がお世話になってます。え、秋広、あんまり山ちゃんをいじめちゃダメよ。あんまり広いと、おげんこするわよ。うん、ちょっと、元カノから来てる。いやいやいや、そんなわけないよ。元カノのラジオネーム、ダイエット明日からなんだ。いやいやいや、そんなわけないから別に。秋広なんか言うてなかったから。聞いてるんです。あの子別に秋広とか言うてんからね。いや、ちょっと、あ、さあ、ここで一番興味あるメール来てますね。何、ラジオネーム、サーマリアフロ。うん、山里さん、西野さん、クズ、こんばんは。俺になるやろ、クズは。おかしいやネゴシックさんに質問です。あ、え、来ましたよネゴさん、ありがとう。これ最後の質問になるのかな。あ、これが、まあ、もういいよ、島根の名産を教えてください。調べるや。いや、それはだってネゴさんといえば島根のツッコミ街道ですから。ネットやらなんやら。いや、教えてくださいって言ってんですから、これ。今日最後のメールですよ、それは。これが大和しじみだよ。ちょっとでっかいんだよ。それどういう風な調理したらいいんですか。え、なんですか。味噌汁、味噌汁、味噌汁でいい出汁が出る。でもそのこれはオリジナルだなみたいな調理方法とかないんですか。こういう風に食べたら大和しじみ美味しいなみたいな。えー、でもご飯に入れて、うん、あの立つと興味ないね、ここ大和しじみの美味しい食べ方。ちょっと粒が大きいんで。じゃあここ興味ないね。食べみちょいあんねんで、この不毛な議論で興味ない時間が。食べ応えがあるかないかで。これ誰が最後の最後にこれ興味ある。普通のよりはガシとか。ああ、じゃあ最後の最後、しっかりとしただそうです。ちょっと対決みたいなことで言ってるから。あ、帰れ。